今日ビデオ撮影ですか。ああ、お忙しい。はい。ということで今日はなんか人数が少ないようですけども、まあ、ああ、危ない。ニューディストビュータートレーニングということで、行ってみたいと思いますけど、昨日もここでやってましたから、2日連続ということで、あれですね、少ないですけど、まあいいと思いますよ。いつも多いとね、なんかもう、結構使えますからね、しゃべ、あ、なんか見たことあるね、前来てたよね、オールが結構使えることが多くて、なんか前は30日かな、日曜日だったかな、いつお呼びしましたっけ、31日にやったときは、この辺にも人、ずーっといてましたから、なんか涙目でみたいな感じで、なんかずっと船酔いみたいな感じで。ずっとみんな見てましたけどもね、まあ今日はこのような人数なんで、このような人数の方がなんかこう楽に喋れそうですね。このような人数だと聞いてないっていうのがすぐ分かりますから、人数が多いと聞いてる素振りをしてる人も結構いますけどもね、このような人数だと、あ、聞いてるか聞いてないか、あの人はいけるかどうかとか、あのようなことも結構分かりながらね、話ができるということで、じゃあ一桁のパーセンテージの方どのぐらいいらっしゃいますか。はい、あ、ほとんどですね、そういうミーティングでした、忘れてました。そういうことでした、忘れてました僕。はい、2桁はどのくらいいらっしゃるんですか。あ、いらっしゃるんですね。で、はいはいはい、わかりました。じゃあ、話をちょっとしていきたいなっていう感じで思うんですけど、あ、ジュニア君、どこ行きましたかね。してくださいって言ってくれません。うん、昨日もやってたから、明日は6日でしょ。明日セミナー行かなくちゃいけないし、7日厚生年金会館で喋らないといけないから結構忙しいけど、あんま声をちょっと出しすぎると喋らなくなるとまずいから、ゆっくりめで、うん、それで多分死なない程度だと思います。普通のミーティングで言うと、あんまり気合入れすぎるとちょっとこう具合が悪くなることもありますから、あ、いい感じですね。はい、じゃあ、おー、こんな声はしてないんですけど僕、はい、こんな声して、こんなもんですか。もうちょっと下げた方がいいかもしれないですね。こんなもんですね。はい、どうもありがとうございました。じゃあ、とりあえず昨日結構絶好調でガーッて喋るから、ちょっと今日もできるだけ、ね、せっかく来てあるから、ある程度分かった方がいいっていうか、本当に雨のそのなんていうんですか、コツみたいなものをなんか理解されると結構ね、いいんじゃないかなっていう感じで思いますから、その辺をちょっとお話していきたいなっていう感じで思いますけど、昨日乗りつけてしまうと僕も疲れてしまったぐらいだけど、今日はいい感じですね。みんな元気ですね。大丈夫ですか。はい。うんって言ってるから、それが面白いなってすごい思うんですけど、まずせっかくこのような人数なんで、何て言うかな、聞く気で聞かれること、絶対それが一番ベストだと思いますね。で、とにかくね、アムウェイのビジネスを説明するのにあたって、いろいろ大事なところいっぱいありますから、その辺のことも言いながらね、来てますね、よくも、おーい、今日はなんていうか、奈良でだいぶ血液を吸われました、僕も。あれでだいぶ疲れてない、あれで本当にもうすごいから、奈良の人って、奈良っていうとなんか暗いイメージあるでしょ。僕も結構暗いイメージがありまして、行ってみるとなんかみんななんか地下みたいな感じでほーほーと言うから、初めなんか愛の手の冗談で桜のようにやってると思ってたんですけど、実は本当にそうだったっていうことでね、いやー、それはやっぱりグループが伸びるんだなって、やっぱりそう、なんていうのかな、アムウェイ以前の問題で、それやっぱこれは行くわっていう、いうのはやっぱり持ってますよね。で、逆にやっぱりうまくいかないのっていうのは、そのアムウェイ以前の問題で、そりゃあかんでっていう、関西弁で言ったら、そりゃあきません、あきまへんでっていうんですかね。そうなんやっぱり持ってますよね。やっぱりそういうものがあると思うんですよ。で、アムウェイのビジネスっていうのはね、基本的にやっぱり誰でも成功できるように作られてるんです、これは。基本的にちゃんと説明しますけど、で、聞けば聞こうと完成度が高いゆえに驚くばかりなんですよ。要するにこんな感じだと思うんですけど、初めに聞いたレベルっていうか、初めの印象よりはあまりにもすごすぎて、私にできるかしらっていうのがもう本音だと思うんです、僕。基本的に聞いたろかいなってくると思うんですよ、普通のパターンって。多分あなたもそうだったと思うんですよ、やったろかいなみたいな、めんどくさいなって。ところが聞いてみると、あまりにも自分が思ってたものとは違うものがどっかーって目の前に来ちゃうから、あらららららっていう感じで、私に僕にできるのかしらっていうのが多分本音じゃないかなって思うんですね。で、とにかくアムウェイのビジネスをどうやってやっていくかっていうよりはね、僕はとにかくそのなんていうのかな、
まあ、9年間このビジネスやってきてるけれども、やっぱり持って生まれたものっていうのがあってね、あのいつもこれ言ってるんで、昨日もこの話でバシバシ言ってましたけど、あの臭いんじゃなくて癖、はい、あの癖、人には癖があると思うんですよ。もうこれ考え方の癖だと思うんですね。でやっぱりそのアムウェイのビジネスがどうのこうのっていうか、あのちゃんと理解したとしても、やっぱりその明るい癖を持ってる人が暗い癖を持ってる人見てるじゃない、意味わかる。だからその意味でこのなんていうのかな、あのもともとね、その何でもそのやってもないのにできないかもしれないとか、例えば言ってもないのに断られるかもしれないとか、例えばチャレンジもしないのにもしかしたら僕ができないかもしれないのとかね、例えば要するに人に言って頑張ろうっていうことも言ってないのに、あの人は私のこと分かってくれないとか、やっぱり癖ってあると思うんですよ。ん？分かりますか、言ってる意味で。その癖っていうのがこのアムウェイのビジネスを持ち込んだ時に1回目に出る、なんかこうなんていうんですか、うまくいくようなタイプもおればうまくいかなくタイプも出てくるっていう、ここの部分がその人の癖だと思うんですね、僕は。だからなんていうの、その不安癖を持ってる人って結構いてるでしょ。そう、何でも自分がもしかしたら、例えば車運転したらもしかしたら事故するかもしれへんなとか、例えば要するにうわーって振られたらどうしよう、振られたらどうしよう、振られたらどうしよう、振られたらどうしようと思って次の日に分かりますって言われたりとかね、考えたらやっぱり癖持ってると思うんですよね。でそういう意味でやっぱりこの不安癖っていうものを持ってる人が、たとえアムウェイと出くわしてもやっぱり不安癖があって、アムウェイっていうビジネスを不安っていうものの中から全部見ちゃうんですね。こう癖なんですね、その人の持ってる。だからいくらいいビジネスでも、いくらすごい話しても、もうあなたの持ってる癖っていうもので、もう私はできない、俺にはできないよ、よしやめてくださいみたいな感じになっちゃってるんじゃないかと。実は話自体が本当はできるかできないかっていうもので決めてるんじゃなくて、あなたの持って生まれたものとか、今まで生きてきた何年間の中で持って引きずったもので、アムウェイっていうものを見て、ああできないかもしれへんなっていうふうに思ってるんじゃないかなと思うんですよ。なんか怖いなと思いますけど、僕は怖いね、ちょっと静かに言ってみましょうか、はい、うん、いや僕はそう思うんですね。で例えばね、こんな感じでよくあるんですけども、僕なんか、よく飛行機乗りますけども、成田から、札幌だとか何かの飛行機乗った時に6時の便乗らないといけなかったんですね。6時の便乗らないといけなかったんだけども、首都高ですごい大渋滞にたまっちゃって、その飛行機6時に乗れそうなない時になっちゃったんですよ。要するにもうこれは間に合わないっていう感じ、このまま行ったら間に合わないっていう感じで、こういう時って明るい癖のある人と暗い癖のある人って結構出て、暗い癖のある人っていうのはこんな感じだと思うんですけども、この世の終わりのようにもう飛行機は乗れないっていうことが分かった瞬間から、もう終わりやーみたいなね感じで、なんで俺がこんな乗られへんねんみたいな、なんだとか言って、多分もう車の中でガラガラ起こってると思うんですよね。でも考え方に乗ったら、もう間に合わないってことが決定してるっていうことは、そこで要するにストレスを発散さすには、もしかしたら乗れたらどうしようっていうのは結構面白いアイデアなんですよ。もう本当にもしかしたら乗れたらどうしようみたいな感じで思うってことは結構面白いアイデアだと思うんですね。で僕はこういうことによく出くわすんですよ。で先日も6時の飛行機に絶対乗らないといけない、でけども首都高で大渋滞で、もう空港にどんだけ早く着いても6時15分、これはね、要するに今から搭乗するにあたって6時のフライトで6時15分っていくら国内線のちょっと難しいものがあるんですね。で電話してトリプルダイヤから止めておいたとか言っても全然相手分かってくれませんから、そんなこと言っても相手分からないんで、まあそれはもうどうしてかなと思いながら自分の頭でうわうわうわって普通はなるんだけど、僕は間に合ったらどうしようって、間に合うんだったらどんな間に合い方があるのかなって思うんですよ。間に合うんやったらどんな間に合い方があるのかなって思って行ったら、どうなってるかって言ったら、飛行機は故障して6時30分発で乗ってるんですね。考えたら、でこれラッキーといえばラッキーなのかもしれへんけど、なんていうの、もしかその人が例えば6時ね、そこでガーッと押さえても間に合えへんから、もうどうしてないんだよ、母ちゃんがもう早く起こしててよかったのに、うわあの頭の進行がまずいとかね、なんか言ってて、間に合ったら、仮に間に合ってと思ってたことがバカげてるってことなんですよね。普通は大体それが定番なんですけど、ちょっと頭の脳みそのいわゆる回転の良い人っていうのは、同じ状況になった時にいいことを考えた方が、どう考えても自分の心の状態としては健康だと思うんですよ。意味わかりますか。でこういうようなものを引きずってアムウェイに出くわした人っていうのは、このビジネスを出くわした時に大体何考えるかというとね、あいつがやったらどうしようっていうのと、あの子がやったらどうしようっていうのと、もしかしたらうまくいったらどうしようっていうのと、もしかしたらこんなのあったらどうしようっていうことしか考えないんですよ。意味わかりますか。それが9年前の僕なんです。よろしいですか。
ところがアムウェイのビジネス楽はしてもそのああやこうやああやこうやってもしくはうまくいかないとどうしようあんなにやるのやるのとか考えちゃってるやん。これね癖がまずいんですよ。でアムウェイのビジネスで僕は9年間やってきてね、ごめん言ってるなと思ってくださったらいいですから、なんかね9年間やってるけども僕はこのビジネスを9年間ぐらいやっててね、やっぱりすごく良かったことっていうのはやっぱりこのアムウェイのビジネスの中で喋ってることっていうのはね、一冊の本を読むのにふさわしいぐらいのことを言ってるんですよ。で例えば若い子がね自分が成功するのに関して意識しないうちから本を読むこととかあんまりないじゃない。例えば成功するナポレオン・ヒルの成功哲学とかそんなの女の人絶対買わないんですよ。でやっぱり買わないっていうことはやっぱり成功できる考え方っていうことを知らないうちからずっと生きちゃうわけでしょ考えたら。でもアムウェイのビジネスはすごくいいのはね、例えばあなたがアムウェイやろうがやらないがそのことどっちでもいいと思うんですよ。そんなことよりも幸せになる考え方の癖っていうものをやっぱり喋ってると思うんですよね。わかるかね。で僕はトリプルダイヤモンドでこんな感じですけどお金持ちなんですけどね、ちょっとやらしいですけど失礼いたしました。はいね、戻りたいわこんな感じでトリプルダイヤモンドなんだけど、アムウェイのビジネスのその理解っていうもののミーティングっていうよりはアムウェイの知識っていうよりはその人生を生きていく知識っていうものがアムウェイのミーティングっていうのをしゃべってるような気がするんですね。で例えばサラリーマンとか例えば OL では絶対こういうことって必要ないと思うんですよ。癖っていうもの、例えば上司あんた癖悪いなって言ったら人だもん呼んでくれって言いたくなるでしょ考えたら。だからそれと一緒でやっぱりその新入社員になった時でもね、例えば要するに成功する考え方とか例えば癖とかいうものの教育する企業ってないんですよね考えたら。でもアムウェイっていうビジネスのことミーティングに行ったらやっぱこういう癖みたいなものとか成功できる考え方とか雰囲気とかなんかそういうものをアムウェイっていうものを重ねながら語ってるっていうものが僕はミーティングだと思うんですよ。意味わかるっていう意味だから、そういう意味でね、なんていうのかな、本当に心配性で生きてこられた方もいっぱいいらっしゃると思うんですよ。全員が全員プラスで生きてきてないから人間って。だからそれはお父さんとお母さんの教育にも問題あっただろうし、あなたの交友関係に問題あっただろうし、いろんなものに問題あったと思うけどね、やっぱり明るく物事を取るっていう癖を持って生きる人がやっぱり幸せになってるわ。で暗く物事をキャッチする癖がある人っていうのは何もかもが暗いんですよ。発想自体がもう本当に今日は曇りでもしかしたら何かあるかもしれないなとかね、もうそこまで行っちゃうんですよ。でそれをいわゆるその気持ちを分かってくれる友達が必要な人になってくるんですよ。分かりやすければでそういう友達のところに雨が入ったとしてもね、お互いの会話っていうのはうまくいかへんかったらどうしようしかもうしてないんです。これ考えたらそのグループっていうそこのネットワークっていうのはたとえすごいチャンスが入ったとしてもとても肯定的な会話をしてると思えないから、いくらチャンスでも逃がすタイプなんですよ。逆に僕みたいにもともと明るい物事の癖を持ってて、もう別にこれは持って生まれたものかもしれないし、逆に考えて何も考えてないっていうそれだけかもしれませんけど、結構そうなんですよ。で僕ねこんな感じで絶対間に合わないっていうやつを 4、5 回間に合ってることあるんですね考えたら。で周りの人ってのは絶対間に合わないって言うんだけど、僕はなんかこう間に合わないと思ってるからこそ間に合ったらどうしようということを考えた方が面白いと思ってるから、そうやって考えてやってるから間に合ってるわけよね考えて。そういうこと結構いっぱいあるんですよ。でそういうのにいつも出くわしてきてるときにね、やっぱりいつも思うことっていうのは、日頃のその人の考えてることが常に明るいことを考えてると、やっぱり人間っていうのは心が健康な状態が一番明るい状態でしょ。で体が健康と、もう一つ健康な必要なのは頭と心だと思うんですよ。体が健康だけど頭と心がバランス悪い人っていうのはやっぱりストレスでひっくり返っちゃうと思うし、逆に心が健康だけど体がふにゃふにゃやったらニュートラルだと思いっきり口に加えてバクバクいかないとダメじゃない。それと一緒でやっぱりそういう意味でバランスってすごく大事だと思うんですよ。別にアメのミーティングとか全然関係ないと思いますけど、でそういう意味でアメのビジネスでやっぱこういうことをキャッチしながらやっぱりビジネスを進めていったってことはやっぱ良かったなってね今だと思いますよね。そう思いません、だからね、うまくいってる人っていうのは共通してる癖があるんですね。うまくいかない人っていうのは共通する癖があるんですよ。これはね、アムウェイ以前の問題でその人の過去生き方なんですよ。だからたまたま暗く生きててアムウェイと出くわした、明るく生きててアムウェイと出くわした、まあいろんなタイプがいると思うけど、せっかく出くわしたならこれ別に僕はアムウェイで成功しちゃったけど、今もしておりますけど頑張ってまあ、してるけども、アムウェイをやるとかやらんとか僕は好きだとか好きじゃないとかじゃなくて、
少なくとも僕はあの間取ってサクセスした一人の人物としては一つヒントになるのは、暗く物事を考えてやっぱりうまくいってる人って世の中にいないんですね。本当にやっぱり全部明るく物事を考えて進めていった人がやっぱりうまくいってるんですよ。これ結論なんですね。だからやっぱりその何ていうのかな、暗い癖をお持ちの方はね、方法一つしかないんですね。明るい癖を持ってる人と常にいることなんですよ。でここのミーティングに来るっていうことは、僕ものすごい明るいものを持って生まれてると思うし、今でも明るいものを持ってると思うんですよ。なんかよくわかんないけど、どこ持ってんのって聞かれる方いらっしゃいますけど、まあ持ってるんですよ。でその人が喋るっていうことは、いわゆる場は明るいんですよ。どっちかというと、これ暗くないと思うんですけど、どっちかというと陽だと思うんですね。そういう場所に自分がいるっていうことは、すごく脳みそが健康的な状態になるんですよ。それでアムウェイっていうものを理解し始めたら、その人は成功していったっていうのを9年間全部見てきたんです僕。本当にだからね、やっぱりその何ていうのかな、だからこそアムウェイやりなさいっていう、やりなさい、これ別に僕学校の先生も何でもありませんけど、やりなさいって話じゃなくて、やっぱりうまくいってる人っていうのはやっぱり常にやっぱり何ていうの、こういうミーティング来てる人で常になんか明るい何ていうのオーラっていうんですか、その空気の中に自分の身を置いてる人っていうのはなんかふわーってうまくいってるみたいよ。うん、よう喋りましたけどね、本当。だからね、とにかくそういう意味でこの手のビジネスが明るい人に出くわしたらどうなるかというとね、できることしか考えてないんですよ、もう基本的に。で僕はそうだったからできることしか考えてないんですよ。でね、断れることっていうことも考えないんですよ。うまくいくことしか考えてないんですよ。でこんなもんやらない人がおるんだろうかっていうぐらい考えてるんですよ。で友達に言ってやらないって言われると驚くんですけども、やらない人がいるわけですけど、たまにね、それでも何ていうのかな、明るいから考えてることが明るいからやっぱりうまくいっちゃうんじゃないかなってね、すごくそういうところですごく思うんですね、本当に。だからやっぱりね、ミーティングっていうこういう場所、アムウェイのビジネスでせっかくこういうのねミーティング来てるけども、やっぱりねすごいことですね。この明るい癖を持って全てを見るっていうのは、暗い癖を持ってる人は全部サングラスをかけて世の中見てるみたいなもんなんですよ。何もかも切りかかってる状態なんですよ。だからすごいあなたにとってチャンスだし、誰もがあなたができるって言ってるんだけど、もうそれ悪魔のささやきみたいな声に聞こえちゃうのね。考えたら、うわ洗脳されるみたいな感じ、できるなんか言ってるわこの子みたいな感じなんですよ。もうささやきのレベルなんですよ。でも実際にあなたができるよって話って過去聞いたことあるかって言ったらね、そんなにあなたできますよって人々に対して情熱的に言われたことってそんなにないんじゃないかなと思うんです。自分ができないかもしれないと思ってることに関して、でもそれができるよっていうことは、別にそれなんていうの、悪魔のささやきじゃなくて、いでよって言ってる言葉でもなくて、明るい人が純粋に思った一つのなんていうの感想なんですね。意味わかる言ってる意味、これを要するに入れようと思ってるとか、うまいこと言ってんねーみたいな、そのレベルの人っていうのはもうそういう状態で物事全部見るから、あなたの純粋さっていうものをキャッチするね電波がないんですよ。だからもういいものもスコーンと後ろ行っちゃうし、本物逃がしちゃうし、偽物は引っかかるっていう感じ。だから僕はもう本音で喋ってるタイプなんで、やっぱりそのなんていうのかな、アムウェイのビジネスっていうのはそのできますよっていうのは本当できると思うけども、癖さえ直せばできると思うんですよ。その暗いものを持って引きずって見る癖っていう不安癖で、例えばこういうものがあって、皆さんも過去ね、ごめんなさいね、そう生きてこられてね、生きてこられてこんなになったらどうしよう、あんなになったらどうしよう、例えば会社が倒産したらどうしよう、例えば地震がガーンとあった時にうちのお母さんがバチャンって家で潰れて死んじゃったらどうしようね、例えば何でもいいや、火事がバーって向こうで家の会社にビューッと火事があって煙がビューッと出てた、うわ家だったらどうしようって思うことなんでもない、そういうのってあるよね。で実際それを思ったことの9割は当たってないってことなんですって。これ心理学者が語ってることなんですね。人間が思ったことの9割は当たってないんですって、不安に思ってることって。だから僕思うけども、今まで過去あなたがこんなことあったらどうしようっていうマイナスのことが現実として当たったケースっていうのは1割ぐらいしかないってことなんですよ。意味わかる？ということはアムウェイも同じで、うまくいかなかったらどうしようっていうことも当たらないことも多いってことなんですね。これ意味わかるかね、言ってる意味、だから馬鹿げてることを考えてても全く意味がないんです、これ。だからアムウェイっていうビジネスっていうのはすごいビジネスだけども、その聞くあなたがそうどういうふうに受け止めるかということがとても大事なんではないかなと思うんですけども、いやあまりそういう感じ、僕はそういう感じでアムウェイっていうビジネスを聞いた時にはすっごい明るいテンションだったから、これができるわと思ってギューッと言っちゃってやっぱりできちゃったってことなんです。
うん、分かりますか。とにかく、ね、明るい、こう明るくなること、癖を明るくすることです。意味分かった。うん、うん、だからそのニューディストリビューターっていうよりは、僕はすごく大事なことをアメのビジネスは教えてくれてると思うんですね。そういうのを僕は本当にこの明るい癖っていうものを持ってやってよかったなと。もう最高、本当に良かった。だから明るく物事を見つ、やることやね。で、じゃあ、ちゃんとじゃあ具体的な話していきたいと思いますけど、まずね、やっぱりどうしていったらいいかっていうことも大事だけども、一番大事なものっていうのは、どうなりたいかなんですよ。一番大事なものはどうなりたいかなんですね。これが一番大事だと思うんですよ。ものすごい純粋な、純粋っていうか、単純な、って、なんか例えばもっとすごいことで喋るかなと思ってたと思う人いっぱいいるけども、すごい単純なこと、うん、どうなりたいかなんですよ、うん、だからどうしたいかっていうことがすごく大事な。で、例えば会社に入ったりとか親とかサラリーマンとか入ったとしても、どうなりたいかは聞かれないんですね。企業っていうのはこうしてくださいっていう依頼は言われるけども、どうなりたいんですかっていうことはそんなに聞かれないんですね。例えば OL の方があなたの将来どうなりたいですかっていうことを聞かれて就職してる人はそんなにいないですよね。要するにサラリーマンもそうだと思うんですよ。どうなりたいかじゃなくて、どうなるかは決まってるってことなんです、普通の仕事は。意味わかりますか、言ってる意味。どうなりたいかっていうのは、マキシムの位置、マキシムっていうか限界っていうものがずっと幅広く広がってて、その中でどうなりたいかっていうことだけど、サラリーマンとか OL とか、例えば収入が決められてる方、いわゆる人に雇われてる方っていうのは、どうなりたいかはもう決まどうなりたいか、どうなりたいか、どうなりたいかじゃなくて、すでに決まっているということ。分かった？うん。その決まったことをやっているのが普通の人なんですよ。分かるかな？でも、アメっていうのはどうなりたいんですかっていうことは、あなた次第の問題だって話なんですね。この仕事っていうのは。うん。あ、戻りたい。すっごい痛い。どうなってるのこれ。なあ。うん。だから僕はどうなりたいか。僕はとにかく23歳という若さでアムを聞きましたから、大きなところから遠いところから、ごめんね、近いところまで考えていいと思うんですよ。例えば僕みたいにハワイに別荘を持つとか、そんなね遠いところ考えるんじゃなくて、もっともっと手前に、例えば靴を買いたいとか、何でもあるやん。もうちょっと広いマンションに住みたいとか、お風呂を使ってて膝がこう同じか曲げられへんのもうちょっと伸ばしたりとかさ、考えたら何でもいいじゃないですか。例えばいつもガソリン10リッターたまには満タン入れたりとか、何でもいいと思うんですよ。そういう、要するに近いところから遠いところまでどうなりたいかっていうことをまず考えることだと思うんですね。で、僕はやっぱり近いところっていうのはやっぱり何と言っても何て言うの、スーツが買いたいとか一人住まいしたいとか、そんなところが僕にとっては近いところだったけども、遠いところっていうのはやっぱハワイに家を持って行ったり来たりの生活をしたいっていうのは僕の遠いところだった。わかる？うん。で、次何考えないといけないかって言ったら、やっぱり今の本業で待ってるかどうかですよね。待ってるかどうか、ここだと思うんですよ。うん。なんか全然ついちゃった今待ってるかどうかだと思うんですね、僕は。うん。だからどうなりたいかってことを考えるとね。で、本業、今の本業を考えた時、本業で今の本業の待って、本業の待ってるかってどういうことか分かんない、まあ、本業で待ってるかどうか、本業が悪いって言ってるんじゃないですか、待ってるかどうかなんですよ。うん、待ってるかどうかってすごく大事な。で、僕は美容師っていう仕事をやってましたけど、近いものだったら理解できるものいっぱいあると思うけど、遠くになれば遠くになるほど待ってないっていうことが分かったっていうことなんですよね。で、そして例えば待ってるとしたらいつ待ってるかっていうことで、この辺を考えて仕事をしてる人ってそんなにいないと思うんですね。普通の仕事っていうのは単純にどうなるかが決定された中で一生懸命汗水流して頑張るっていうのはサラリーっていう仕事でしょ。で、僕はサラリーマンは悪いとは思わないけど、したいとは思わないですよ。なぜしたいと思わないかというと、まずお金だけで考えたら、一生働いて年間収入は1億5000万なの。サラリーマンっていうのは1億5000万で銀座に半壊地1枚も土地も買えないの。買えないんですよ。その仕事を自分がやって汗水流すっていうほど僕は暇じゃないんですよ。どちらかというともう怖いけど今の感じはこう暇じゃない。そんなに余裕はありません。僕にはよくアメをやる余裕はないって人いるけど、僕にとってはサラリーマンをやる余裕はないわ。人生1回しかないから、自分の決まったものの中で生きろっていうのは、僕なんかも檻の中の鳥みたいなもんで、やっぱり檻から出て大空を飛びたいっていうのが僕のテーマですから、どっちかというとやっぱり自分で全てを決定できるようなビジネスにやっぱり出くわしたいなと思ってたから、その時にドッカーンって来ちゃったってことは、もうフラフラの状態でもうやったっていう感じだった。
もうだから僕がけなしてるとかじゃないんですよ。僕はしたくないってことなんですよ。あなたもあんまりしたくないかもしれないけどもとか言って、僕もしたくないんですね。ただその理由はって言ったら、やっぱり自分がやってることが、自分がやりたいことに対して道しるべがないものをわざわざ毎日毎日1年1年進めていくほど、そんなことはしたくないってことなんですね。僕のやりたいことっていうのは、自分がやってることが自分の待ってるものに突き進んでることをやりたいと思う。これは僕にとっては苦労と言わずやりがいだと思うんですよ。待ってるものが用意されてて頑張るっていうことは苦労じゃないですよね。待ってるものがないのに頑張ることは考え方によっては苦労かもしれない。意味わかる？だから僕はこういう夢をある用意して、アムウェイっていうものを毎月毎月コン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 、コンコンって頑張ってたら、待ってるんだったら、これは僕にとってはとてもやりがいなの。だからよくアムウェイのビジネスでね、その僕みたいなトリプルダイヤまで来ちゃったら、大変だったんでしょ、北ゴンさんとかね、うわ、あの人は乗り越えてきたんよって、誰だと思うと思うんですよ。で、頑張ってきましたよ。確かに頑張ってきました。皆さんにも確かに頑張ってきた。けどもね、人、世の中の成功のタイプっていうのがあって、アムウェイのタイプだけは、やっぱりね、演歌の見方をしてるとちょっと理解しがたいところあると思うね。だから例えば要するに、普通の一般の社会でサクセスすることは大変なことだと思うんですよ。お金を借りて、従業員を雇って、要するに付き合いの、要するになんていうんですか、いろんなことを考えながら、いろんなことを考えながらやっていく。もう汗水流して、汗は流してもいいけど、水まで流さないでいいと思うけどね、まあ、汗水流して、人間関係で疲れながら、一生懸命やっていって、そして耐えて耐えて耐えまくって、みたいなさ、演歌じゃない、見方が全部。だから演歌の見方で、雨の成功者を見てると、ドツボにはまるんです、これ。すごい頑張った人だと当たってるけれども、苦労した人じゃないんです、僕は。僕はどっちかというと、苦労したタイプじゃないから、頑張ってきたけども、苦労っていうのはあんまりない。うん、アメのビジネスってそういうプランだから。わかりました？だから、なんていうのかな、あの本当になんていうの、のどいたい。ごめんな、今日のどいたいんだけど。そういうことを分かって仕事せなあかんね。うん、そのやと思う。あとはね、僕思うけどね、受け入れるものが持っとかなあかんよね。受け入れるものっていうか、アメっていうビジネスとか何でもいいけども、いい、要するにこのアメな、このビジネスっていうのは僕、まあ、今日はあんまりテンション高めに行ったらまだ、うん、失礼なことになっちゃうと思いますけど、できるだけ抑えてしたら、普通はね、よく聞いてね、アムウェイの話を聞くとか聞かんとかよりは、わかるかな、うーん、これ言ったらもうごっつい嫌われると思うけどね、まあ言ってみましょう、はい、アムウェイの話をね、僕の感覚ですよ、僕だったら、アムウェイがいいとか悪いとかよりも、要するに成功した人の話は、やっぱり聞くべきだと思うんですよ。たとえやるやらない関係なし、これ立場の問題でね、普通ね、成功してない人の近くに成功した人が現れて、なぜどうやって成功したかっていうのは喋らないんですよ、普通って。本当に聞く気がないあなたに喋ってる暇ないんですよ、普通。本当にマジでそんなバカげたのはやってる場合じゃないんですよ、本当に。だけども、アムウェイのミーティングっていうのは聞いてる人もいれば聞いてない人もいてるでしょ。聞いてない人が誰がいてるかとか、だいたいこうだって皆さん今日400人いてたら800個の目が一気にこっちに来てますから、だからだいたい聞いてる人と聞いてない人もう分かりますよ、これ喋ってたら。でも普通考え方によったらね、いい来年億万長者になる男がいててね、その人がどうやってこの仕事を間取ってやってきたかっていうのは、これ自分の今の社会現状の立場からしたらとても興味を持たないとダメなことなの、こういうのって。もうすごいこと言ってますけど、マジ で僕はどっちかというと、たとえアムウェイっていうビジネスあろうが野球であろうが、この男は自分にできないことをやってきたと。でその男があんたもできるって言ってる話っていうのは、ちょっと今までの角度とは違う話になってるわけよね。今までの話っていうのは、俺はすごいぞって、君との差はあるんだよ、ここが成功者だったけど、僕のタイプは違いますよね。確かに僕も頑張ったけども、あなたにもなれますよ、ここが違うところなんです。全然そのあなたもなりますよっていうことを素直に受け止めていくと、やっぱ話は前に進んでいくし、そこをなんかもうへへへへとやってると、もうまだ具合が悪くなって倒れて、もう青いと終わってしまって返品解約という状態になっていくわけですね。考えたらその辺なんじゃないかなってね、あの僕思います。だからやっぱりそのなんていうのかな、このお父さんとかお母さんとかまだお金とかもらって生きてる人やったら、まだアムウェイのビジネスっていうものの重要性っていうのはあんまりわからない位置だと思うんですけど、だから僕やっぱ考えたらね、僕二十歳でもすっごいしっかりしてる人もいれば、24、25にもなってなんかもうフラフラしながら、俺はどうとか言いながら、ちょっと母ちゃんお金ちょうだいってやってる人もいっぱいいるわけよね。考えたらその辺のことを考えていったら、やっぱりもうしっかりねしていく人がやっぱりアムウェイって理解できると思うんです。
だからいずれあなた本業することになると思う。いつか社会に出て、わかりますよね、いつか今プータラをしてるかもしれないけども、それ30でプータラしとったら誰も近寄ってこないから、だからとにかく今だから近寄ってくれてるけども、普通だって30でプータラして地下鉄代ないねん貸してって言われたら危ないと思わへん、考えたら。それ今20歳からまだいけるよそれ。だからまあとにかく本業で待ってるかどうかはチェックするってことだ。分かった。とにかく僕は待ってないって判断を取りました。とにかく待ってなかったら2つしかないんです。これ待ってないことが分かったものは諦めるしかないですね。考えたらもう諦めるしかないじゃない。ハワイを消すしかないんですよ、自分の人生で。ポーンって。で、例えば僕はオープンカー乗りたかった。うん、蓋が開いてしまって蓋が開いてしまって、なんか2種類の車乗ってる気分がありましたから、オープンカー乗りたかったけども、今の本業でオープンカー乗ろうと思ったら今の収入でクレジット組んだら大変なことなの。月謝8万5000円で500万の車組むのに、500万の車買うのに、例えば60カ払いの5年ローンで組んだとしても7万円ぐらいするわけですよね。8万5000円から7万円払ったら終わってしまいますね、僕は。全てが車の人生になってしまいますから、これはまずいと。ということはオープンカー乗れないな。だからもうオープンカーというものをなくしかないんですよ、もう自分の人生で完全に。次一人住まいですね、僕なりたかったことは。親と一緒に住んでるよりはどっちかと一人で住みたい。付き合ってる彼女がいたから、たまにやっぱり二人でご飯とか食べたりとか、テレビとかゆっくり見たりとか、なんかたまにイチャイチャしたりとかして、なんかちょっと変ですけども、まあなんかね、まああれですよね。でそういう感じで思ってた。ところがやっぱり8万5000円考えたら、4万円出したとしても残り4万円だから、これ結構きついよね。考えたら家賃っていうのは月収の3分の1が一番バランスいいわけだから、だって8万円の3分の1って言ったらもうほとんど2万5000円の世界になりますね。2万5000円で借りる家っていうのはもうマンションじゃないですね、これ。幸福層っていう名の付くような、そういうような、なんか階段カン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 っていくような、そういうような空気だと思いますが、とても僕はイメージしてるものではないっていう。だから諦めざるを得ない。もう考えたら分かる。もうね、このパターンにハマってる人っていうのは夢も希望すら夢を語る人にもう気色あると思うんですよ。このパターンでロックされて生きてる人って、諦めてきたものが多い人ってね、要するに実現させていったものが多い人、世の中に少ないですね。考えたら普通の人って雇われてる人ばっかりだから、諦めてるものの数の方が多いと思うんですよ。ちっちゃいことでもね、この服買いたいでも買えないから、買えないからこっち、これもちっちゃいことで諦めちゃってると思うんですよ。単純に例えばこのマンション住みたいでも、うん、親父が高いからこっち、これもちっちゃいことだから諦めてるし、この車欲しいなでも絶対やばいからこっちにしよう、これも諦めてると思うし、考えたら、でも軽音、最終的に自転車になったりとかする人も結構いらっしゃると思うけど、やっぱ全部諦めちゃってるんですよ。この諦めたことが多い人っていうのは、とても自分がね、頭に描いていくのができると思ってないんですもん。もう基本的にプランがどうのこうのあれね、自分が持って生きてきたこの現状で、そんないくらすごいビジネスがあっても、やっぱりできるっていうふうに頭は回転しにみたいね。だからこそ、要するにそれを捨てなあかんんですよ。もう癖みたいなもの。だから、もう一回読み替えらなあかん。これ一個一個ずつ。どうしたかったかっていうこと、過去でもいいや。どうしたかったかっていうことを考えたらいいってこと。わかる？で、今の本業でなかったら、3番に登場してるのが、こう。どうしたでしょ？なんかよくわからへんけど、これビデオね、これどんな感じで、これどちらのグループなんですか？彼女誰グループか？あ、倉本グループ、倉本グループどこにいてんの？誰の、DD が誰ですか？あ、ビックスさん、あ、これビックスさんの専用ビデオになってしまいますね。はい、じゃあビックスグループの皆さん頑張りましょうということで、何のビデオかよくわからなくなりましたけど、はい。だから3番は一体何かって言ったら、そういう人たち、どうなりたいかということが分かってて、そのことが待ってないということが分かった、そういう僕たちができるチャンスが来てるってことでしょ、このビジネスっていうのは。うん、だからアムウェイじゃないです、チャンスなんです。これはあなたにとってはアムウェイビジネスじゃないんです。もうあなたにとって人生のチャンスですね。ビデオ見てる方ね、本当にマジでビデオ見てる方チャンスなんですね。まあこれ分からない方はね、もうとにかくビールでも飲んで忘れてしまってください。社長も言ってますから、そのようにしてくださったらいいと思いますけど、本当に、だからチャンスなんですよ。だからそこのチャンスっていうことをよく分からないといけないんですね。で今までやっぱ過去チャンスっていうものに出くわしてないんですよ、僕たちって。やっぱりチャンスに過去出くわした人っていうのは、やっぱり次のチャンスも握れるぐらいのやっぱり体質になってると思う。でも過去なんかチャンス握ってない人って過去あったかもしれない、もしかしたら。ところが自分のうまくできないからどうしようっていう癖でスポーンって逃した人も何人かいるんじゃないかなと思うんですよ。あんなにてチャンスなんです。チャンスがなかったらこんな僕みたいなど素人な人間ここまで来ないんですね。わかる？あなたの近くでポロ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 成功者みたいな人が出ていかないんですね。それがチャンスなんです。僕はそれを受け止めたということで、
わかる？そして頑張ったっていうことなんですね。だからとにかく皆さんにとっては若い時にチャンスが来てるっていうことだから、それをどのように受け止めるかっていうことでやっぱり決まっていくんじゃないかなってね、すごく思います。で、僕この間今そのビックスさんがそのクラウントグループって言ったの、あ、ちょっと思い出した。クラウントが去年じゃない、いつだあれ、セミナーありましたね、2月ぐらいね。なセミナーやったんですか、彼が不思議なセミナーやってましたけど、食事会のあるセミナーで、まあ、まあ、いいんだと思いますけど、彼やった時に僕の家に佐々木っていうDDが迎えに来てくれたんですよ。で、佐々木が迎えに来てくれて、そこのセミナー会場でビューって行ったんですけど、分かれ道があって、2つの分かれ道があってね、右か左かっていうとこがあったんですけど、僕なんかね、左のような気がしたんですけど、右に行ったんですよ。右に行ったら、だん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 行けば行くほど迷ってるっていう確信がめいたような空気になっていくんですね。だん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 。ほんで、これちょっと聞いた方がいいん違うって言ったんやけど、もう聞く場所がないぐらい山の奥まで行ってたの。で、やっと対向車線と対向向こう奥の奥まで行って、ものすごい距離まで走って、やっと向こうから来た車を止めて、聞いたら間違えてたんですよ。ほんで、僕らはドーッと戻って、またやっと気分出しに戻って、どうって言ったんですね。で、僕その時にね、なんていうのかな、道に迷った時にね、もっと早く聞いてたらすぐ戻ってすぐ行けたけど、もう信じ込んでるんですよ、この道で行って。だからどうって行っちゃって、要するに最後どうって戻ってきたってことでしょ。意味わかるかな、言ってる意味。だからやっぱり僕思うけども、今の自分が進んでるこの生き方のこの道っていうもので、自分の夢が待ってないと思ったら、一度引き返して一回手前で考えて、道をよく考えない限りは最後まで行ってしまって、今度戻ってくるの大変でしょ。意味わかります、言ってる意味。そういう意味で僕今日確認した方がいいと思うんですよ。仕事っていうのはいっぱいありますから、別にあなたがやってる仕事以外でも世の中仕事っていっぱいあるんですね。で、その仕事を今何年かやってきた時に、自分に起こってきたいろんなことはどうだったかってことを考えて、そしてこの先何が待ってるかってことを考えた時に、とても自分のイメージするものではないと思ったら、それは別に仕事辞めてアムウェイをしやりなさいって意味を言ってるわけじゃなくてね、そこは考えて、ちょっとアムウェイみたいなチャンスみたいなものを自分の中で取り入れた方がいいんじゃないかっていうことは、やっぱり何ていうんですか、ある意味で引き返してちょっと考えてみるっていうのはすごい大事なことだと思いますよ。うん、いやと思いません？いや僕はすごく思いますよ、本当に。いやと思わへん。それが引き返せたり、分かるかね、引き返せることができる年代っていうのはね、30までなんよ。本当に僕32歳なんですけど、自分がね、もしくは美容師やってて、正直にこのビジネスをバーンって聞いたら、ある意味でショックやもん。本当に真面目に世の中で働いてきてる人っていうのはね、こんな会議でイエイイエイイエイとかやってないんですよ。タバコパコーって加えながら、ふんでっていう感じの会議やん、世の中の人っていうのは。ところがこんな楽しいミーティングがあってね、で、例えば次に僕32歳、今年33歳になりますけど、仮に僕が学生卒業して22歳から、例えば大学卒業してから働いてたら、常に10年間っていうのを企業に費やせるぐらいのもう年を取ってるわけですよ。もうこんな関係でこんな格好でもうフラフラしてたらバチ当たりの世界なんですけど、こんなんなんですけどね、失礼いたしました。で、普通は10年間やらないといけないんですね、普通の仕事で。10年間働いて、一生懸命働いて、アムウェイみたいなビジネスを出くわして、こんなプランがあるのかって分かったら、ある意味で今まで俺は何してたんかなって、そのある意味で過去自分がやってたことを振り返った時に、もっと早く出会ってたら、もっと早くアムウェイやってて、なんとかなったのにって、なんで俺が聞かへんかったんやろとか、なんか認めたくない現状なんですよ、アムウェイって。本当に正直に僕32歳で、この中でもそれの年代の方いらっしゃると思いますけど、 このパターンですよ、これ。もう具合悪いと思いますよ、こんなパターン出てきてね。そのファーストクラスは乗ってるわ、ほら家賃80万払ってるわ、ハワイに65万の家は持ってるわ、名古屋にオフィスを持ってるわ、服はプライス見ないでバンバン買ってるわみたいな、ほらもうやらしすぎて失礼いたしましたって男で考えたら、これ真面目に働いてきてる人にとったらね、なんかもうなんかっていうな感じなんですよ、本当マジで。僕が逆にね、33歳でマッチ目に生きてきてね、社会のために一生懸命費やして、本当に企業のために売り上げ貢献一生懸命頑張って、そんな僕がミーティングに来てね、こんなどっちかで軽い感じでちょっと1メートルが浮いた状態の男が出てきてね、キャン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 みたいな、来年ニューヨーク行くんだよみたいな感じで言ったりとか、今月14日からハワイ行っておりますみたいな、家帰ってきますからみたいなね、19日にまたハワイ、ニューヨークに行ってきて、招待なんですよみたいな、で来月はって言ったら家族全員でご招待でハワイ旅行なんですよとかやってたら許されへんと思うわ、ほんまにマジで。まあ本当ある意味でなんかもう
悔しいさを通り越しててね、なんかね認めたくないビジネスなんや、なんかね。でも20、21、22、23、24、25この年代までっていうのはね、ある意味でなんていうのかな、やってきてるこの経験って、社会に出ての経験っても年代浅いから、いつでもなんていうんですか、自分の道をくるくるくるって切り替えることが最も適してる年代だと僕はすごく思うんですよ。でそういう意味でアメリカだったら仕事をコロコロ変えていく、今あのやめて、本業やめてアメリカやってくださいって話してるんじゃないんですよ。アメリカとかだったらやっぱり僕は思うんだけど、喉痛い、ごめん、まあ、日本だったらね、仕事をコロ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 変えていく人だったら、まあ印象的に言うと、なんかやね、あの人独特の会社も勤まらなくてみたいな、もう嫌だわ、ほーっとやってる感じ、おばちゃんがね、まあ、こんなの変えて嫌な男だわとかやってるんですよ、普通は。普通はそうだと思うんですよ。ところが僕の中では、あのやっぱりそのアメリカの人に聞いた話だけども、やっぱり仕事がいっぱいコロコロ変わってる人は仕事ができる人だと。それはなぜ仕事ができる人がコロコロ変わるかというと、自分が会社に勤めて、よく聞いてね、自分の会社に勤めてプライドがあるんですよ、自分には。仕事ができる男なんですよ。勤めてこのサラリーでは僕は雇えないよっていうプライドがあるんですよ。意味わかる？だからあんたのところの企業で私の労力を使うことは嫌だから、次を働きを見つけます。自分の能力を正当に評価してくれる企業を探すから、どうしても転職することになっちゃうっていうんですね。意味わかる？でも日本人ってこんな感じでね、勤められてもらったお金でもう全て満足しちゃって、文句は言うけど辞める勇気はないと。わかる？言ってる意味。けどその割にはガタ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 言ってカン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 言ってる人がいっぱい出るわけですよ。僕、辞める勇気なかったら文句言わん方がいいと思うんですよ。意味わかるかな？言ってる意味。そのぐらいのなんかもんだとすごく僕は思うんですね。でもアメっていうのは仕事辞めなくてできるっていうことだから、最も安全性の高いビジネスでしょ。文句があるけども、その位置を辞めたら怖いから、そこを辞めなくてサイドでアメみたいなビジネス相手取って儲けることができたら、そんな適したことはないじゃない。いやと思いません？だから僕はそれで今でも美容師っていう仕事を、あの要するにやりながら ISP っていうのをやって今まで来たったわけで、船引きっていうのは僕のフロントの船引きって言ってるんですけど、彼 IBM 社員なんですよ。で彼は将来どうなりたいかっていうことを聞いたらね、彼は全然なんかタイプが全然違ってまして、彼演歌の世界で生きてるから、ちょっと暗いんです。でどっちかというとあのね、ゴンドラっていうか、ごめんなさい、イタリアの、ベニスっていうところに行って、そのベニスっていうのは水道 の, あの水の町なんです。水の都ベニスって言うんですけど、その家から家に行くのにこういう水道、ちっちゃい水道があって、そこをゴンドラって言ってカヌーみたいな船があって、そこで友達の家から家に行ったりするような、そういう場所なんですよ。そのゴンドラに乗って、でなんか船こいでもらって、一生その自分がやってきた人生を振り返って涙を流しながら、要するになんかこうゴンドラに乗っていくのが僕の夢なんだって、お前暗いなってすごく思ったんやけど、そういう夢を持ってるらしいですね。ところが1ヶ月分ぐらい、いわゆるイタリア旅行したいって、誰と一人でって、お前暗いなってすごい思うねんけどね。そういうタイプなんですよ彼は。まあそれは好きでやったらいいと思いますけど、一人で1ヶ月イタリアを旅するの夢なんですって。じゃあ IBM で待ってるかというと、待ってないですね。なぜかというと、待ってる人がいないってことで、やってる人がいないってことだから待ってないんですよ。で待ってないからこそどうするかというと、諦めるっていう道を選んだんじゃなくて、チャンスを掴んだってことなんですよ。分かる？2つしかないの。諦めるかチャンスを掴むかしかないじゃない。で、アフナビキはチャンスを掴む、いわゆるそれが雨だったってことですね。分かる？それで要するに今本業をやりながらエメラルドカウントを行ってるっていう人なんです。IBM で月10億円の売上ノルマがありながら仕事をやりながら頑張って、エメラルドカウント行って、多分9月1日8月1日でエメラルドになると思うんですけど、多分2時間で忙しさだったら皆さんに相当忙しいと思いますよ。サラリーマンで800万ぐらいもらってるサラリーマンだから結構リッチなんですよね。ラーメンでも結構あるから、結構会社乗ってて左ハンドル で結構会社乗って IBM って嫌われるんですって。やっぱりだってそういうのってあんま良くないんですよ。だから彼は悲しいのが、会社の前の近くに行ったら車の駐車場に停めてバスに乗って行ってるんですよ不思議な人でしょ、考えたらそこまでするかなとも思うんですけど、そういうことをやってるんですね。まあそういう会社もありますね。まあそんな感じで彼はそういう夢を持っててね、いずれ要するに IBM 辞めて、要するにアメの収入で1ヶ月イタリアを旅するっていう夢なんですね。それを彼は頑張ってるっていうことなんですよ。やっぱり夢を持って生きてる人と夢を持ってない生きてる人のこの輝きの違いっていうのはすごく違うと思いますよ。 IBM で働いてる時の船引きってなんかね、酸い顔してたもん、酸っぱい顔してた、なんか酸っぱそうなんですよ、すごく。でも今はって言ったら時間的には忙しいはずなんですよ、 IBM プラスアメだから。でも彼はプライドがあるんですよ。
一流企業を相手取ってビジネスをしてるのは僕ぐらいやって言ってるぐらいプライドがあるんです。 IBM って一流でしょ、外資系では。で、アムウェイっていうのは一流でしょ、外資系2位だから。その2つを股にかけて生きる男って、ね、自分でなんかこうね、洗脳してるみたいですね、彼は。まあそういうことで、彼なりになんかそれで盛り上がってるみたいですけども、まあそれはそれでいいんじゃないかなと思います。で、アムウェイする前スイカをしてたけど、今はって言ったらなんか時間的にアムウェイ終わって、ごめん、IBM 終わってからアムウェイやるわけですから、一般的な発想で言うと大変そうっていう感じだけど、今結構生き生きしてますよね。顔も結構いい顔してきてるし、うんうん、まあなかなかグループも盛り上がってるし、うん、すごい可愛いグループですね。で、今度は5月5日の僕がやるラリーで彼ゲストスピーカーに喋っていただくんですけども、なかなかキレたスピーチしますね。キレたっていうのはシャープなスピーチしますね。社会がこういうもんだというような、なかなか言うじゃないかお前みたいなね、そういうようなスピーチをしますね。本当に、まあ、なかなか素晴らしいと思いますよ。で、まあそういうことでチャンスを使いましょうということです。じゃあこのビジネスはどうなってるのかっていう、マーケティングプランじゃないけども、どのぐらいすごいかっていうことをちょっとお話しして、ニューディストリビュータートレーニングをちょっと今から約40分間、で終了しますからね。40分一本勝負っていう感じで、うん。で、明るくするっていうのは分かりました。とにかく明るくする、絶対明るくする、うん、明るくする、明るく物事を見る。で、明るいやつを探す、いい、うん、それがすごくコツです。コツは絶対。じゃあとにかくね、アムウェイのその会社のことですけど、この会社っていうのはちょっと臭いかもしれないけど、出来上がり方が根本的に違うんですね。もう基礎中の基礎なんですけど、アムウェイの会社っていうのの出来上がったこのプロセスっていうのと、出来上がったそのコンセプトが全然違うんです、普通の企業と。で、普通の会社っていうのは、例えば普通の企業ですよ、普通の会社っていうのはどうしてできたかって言ったら、この会社の社長がこの会社を作れなかったわけね、当然ながら。儲けたかったんですよ、今当然わかりますよね。普通の会社って利益追求してるんですよ、普通は。利益追求しちゃってるんですね。このビデオいいんかね、ビッグさんとか言うと大丈夫かね、ハローとか言った方がわかりやすいんじゃないですかね。まあ、利益追求してるんですよ、普通の会社って。だからあなたの今勤めてる会社って利益の追求してるんですよ。で、その会社自体、社長がその会社で儲けたかったんですよ。だから作ったわけですよ、分かりやすければ。いろんな理由もあると思いますけど、でも結論のスタイルっていうのは利益追求してるんですね。で、そのために2番にあなたを雇ってるっていうことです。分かった？だからあなたの会社利益追求もしてるんですよ、売上とか大事だから。その売上を更新するのにあたってあなたが必要だからあなたを雇ってる、これが普通の一般のスタイルなんですよね。分かる？そこで働いてる人なんです。分かりますね、僕も過去は。でもアムウェイの会社っていうのは出来上がり方が全然違うんですね。で、これ言ったら嘘言えっていうふうに言う人いるかもしれないけども、現実として存在してるってことですから、これ認めていかないといけないですね。これどうやってできたかというと、リッチ・デボスとジェイマー・アンデルっていうのは、まあ、みんなもう何回も聞いてることだと思いますけど、この2人が創立者ですね。リッチ・デボスとジェイマー・アンデルって、リッチ・デボスっていうのはレーガン大統領の資金調達委員長やってた人ですし、ブッシュ大統領ととても友人関係が濃い人ですね。ですから2年前のアムウェイの15周年の時には、いわゆる東京ドームでナショナルコンベンションを行われましたけど、その時には友情出演してますね、ブッシュ前大統領が。で、アムウェイの人たちにスピーチしてますよね。これをするに企業として呼んでるんじゃなくて、友情として呼んでるってことですから、とてもとてもすごいと思いますし、あとは NHK の特別報道番組で10人、レーガンを取り巻く10人のお友達でリッチ・デボスっていうのが出てるわけですね。そういうような、なんて国際的っていうのはもうそのレベルの人です。分かった？で、ジェイマー・アンデルっていうのはもうみんな聞いてると思いますけど、全米の商工会議所2期連続してるでしょ。全米ね、日本じゃなくて全米。日本の商工会議所はね、確か東急グループの会頭さんが付き合ってたことはあったと思いますけど、そのアメリカ版なんですね。もう本当に経済を動かしてる、要するに中心人物みたいなもんだと思ってください、ね、その会頭さん2期連続勤めてて、アメリカの歴史ずっとありますけど、500年ぐらいあるのか、500年ぐらいあるけど、2期連続会頭を務めた人はこの人多いと他にないわけよね。うん、そういう2人が運営するカンパニーがアムウェイコーポレーションなんですよ。分かりましたか？で、その2人はこの会社の作り方なんだけど、この会社の作り方なんだけどね、ここがすごく面白くて、僕はなんてユニークだと思うんですね。で、これはね、もうね、発想の問題だと思うんですけど、この2人23歳の時からすごくビジネスを自分でしたがってた。で、
この人のお父さんすごく変わり者な、リッチレモンズ会ったわけじゃないけど、 ないけどね、あの別にお会いしてるわけじゃないけど、すごく変わり者な、どういう変わり者かというと、リッチって言って、別に言ってるかどうか分かりませんけどね、考えたらそういうふうには知らないけども、まあ、リッチっていう感じでしょ。で、あのね、人に使われたらダメだと、うん、自分のビジネスを持てっていう親の教育をちっちゃい時からずーっとしてたんですって。だから彼はどこどこに勤めようっていうものは一切なかった、何をしようかってことしか考えてなかったんですよ、僕はちっちゃい時から。でそういう教育をずーっとされてたもんで、自分は何かをするという要するに使命感、いわゆる英語でミッションですね、それを持ってて生きてたわけよね。で、ある日 J バンドルと出会って何かビジネスをしていこうと、でそういうことをいろいろ考えていて、いろんなことをやっていって、そして35年前にふっと思ったことが、俺たちみたいに成功したいやつはいっぱいいてるはずだと、でも成功したいという願望はいっぱいあるけども、それができるような話は世の中に転がってないと。だからこそ一般素人でも誰でもが成功できるように作りたい、成功できるようなプランを作りたいっていうことで出来上がったのがアムウェイなんですよ。それによってアムウェイの売り上げが上がればいいんじゃないかっていう、とてもなんか信じられない作り方だったんです。だから一番に何が考えられてできたかというとね、あなたの成功を考えてできた会社なんですよこれ。で2番に、あなたが成功した向こうにアムウェイのいわゆる利益が上がればいいだろうっていう、もう普通で言うとひっくり返っちゃってるんですよ、反対になっちゃってるんですよ、普通の会社と。もう臭いかもしれないけど事実なんですね。うん、もうこれ臭いって言ったらあなたが臭いね、はい、あれかもしれない、本当に事実なんです。これすごいことなんですよ、こんな企業が存在してるっていうことは。だからこの会社の社長は思いやりの資本主義っていう本を書いてるんですけども、資本主義ってどういうものかっていうことを書いてるんですね。資本主義っていうのは自分がやりたいと思ったことが大いにできる考え方なんだから、人に雇われてて何もかも要するに決められた枠の中で生きることは全然資本主義とは言わないっていう本、そういうような本を書いてるんですよ。別にあんまりのことは出てませんけど、あんまりだからなかなかすごい本だなって僕もすごく思いますね。うん、まあそういう人が作ったんですね。だからこの会社はそういうところで出来上がって、このスタイルで35カ国にも展開してしまったんですよ。だから日本みたいにこうやってやってる会社もいて、インドはやらないと思いますけど、例えばロンドンでもやってると思うし、アメリカでも当然やってますし、中国なんかも恐ろしくやってますし、香港もやってますし、あなたの行ったことがない国で全部アムウェイがこうやって盛り上がってるんですね。それは理解してくるんですよ、だん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 。嘘じゃないなっていうのがこれ、まマジでこの話嘘じゃないなっていうのは今日初めの新感だと思いますよ。今日初めて聞いた人なんか、嘘って。でもアムウェイに参加していて嘘じゃないなっていうことが多くなってくる、本当に。うん、それがだから今も9年間やってて今の感想ですね。では会社っていうのはすっごくこの考え方の中で出来上がったからすごくね大きくなっちゃったんですよ。成功さすことのプランを作った会社だから、成功したいと思う人がいっぱいいるから、それによって利益が上がってしまってすっごく大きくなってきて、今要するに国際企業にもう大変身っていうことで、それから、例えば 5A の1って言って、これも聞いて何度も聞いてると思いますけども、これダン&ブラッドストリート社っていう会社なんですけど、会社が会社を調査する会社なんですね。で日本だと帝国データバンクとか東京商工リサーチっていう企業会社があるんですよ。だからそこに電話したあなたとかの会社を調べたら、あなたとかの会社の売り上げがどんだけで将来どういう可能性があって、いわゆるどういうような展開になるかっていうのはある程度帝国データバンクの資料が出てくるんですよ。意味わかりますか。じゃあそのレベルでアムウェイ、日本アムウェイを調べるかどうかというとね、超優良企業ですよ、帝国データバンクのレベルでは。で一回ね、僕は名古屋にオフィスを借りるっていうことで、そのオーナーが帝国データバンクに問い合わせして、ブリーズインターナショナルどんな会社か調べてくれって連絡したんですって。僕会社になってるから、そう、なんで会社かっていうのはもう説明せんでいいでしょ、別に何でもなんですよ。でそれで、もうある程度個人レベルを超えたら法人登録するんですよ。で僕はブリーズインターナショナルという会社になってるから、だから代表取締役社長なんですよ、信じられないけど。だから社長ってこんなレベルなんですけど、それ別として、でそれでね、でその名古屋のオーナーがね、そのブリーズインターナショナルの会社を調べてくれって言われて、で僕 その会社を調べたいってことで帝国データバンクからうちのオフィスに電話があって、いいですよ別にってすぐ分かったから、じゃあ営業マンをよこしてくださいって来たんですね。で来ていろんなこの話をこう聞いてるわけですよね。そんなら、アムウェイっていうものだっていうことで、うわどうのこうの、アムウェイっていうのはすごい会社ですねって、うちのデータでももうすごい実績ですよって言って、どんな仕組みになってるんですかって
聞いてくるんですよ。ほらいきなりマーケティングもしようかなと思いまして、やろうかなと思いましたけども、まあちょっと時間の中ではできなかったし、なんか変なタイプだったし、入れてもしゃあないなと思ってたんで、どっちかっていうとお断りのレベルだったんでね、もうやろうかなと思った。でもすごいなって絶賛してたんですよ。でこのブリーズインターナショナルの売上で、そして経費、税金、申告、所得とか全部話して、ああ素晴らしい会社ですね、そんなだけだったら素晴らしいですから、あのどうのこうのって、でまあ書いたわけですけど、その営業マン曰く、もう帝国データバンクのレベルではもうトップレベルっていうか、もうズバ抜けてるって言ってるわけですよ。それのアメリカ版にダン&グラッドストリート社っていうのがあるんですよ。帝国データバンクの全米版に、その全米版でアメをチェックしたところでも 5A の1っていうレベルなんですよね。でこれはあまり難しく考えないでいいけども、この会社を調査する会社としてのレベルのランキングが 5A の1なんです。でこの 5A の1にランキングされている企業というのは、核戦争が起こらない限り倒産しないと言われているんです。これは要するにもうそのレベルの企業で、銀行との取引金額がいくらぐらいかということも信用度に結構チェックされている部分なんですね。でここの会社に所属されている企業は、銀行との取引金額ってこうなんですよ。こうなんですよ。これは関係ありませんけども、ゲバゲバなんか違いましたけども、まあ冗談ですけどね、こうなんですよ。要するにこうなん、あんまり書いてわかんない、こうなんですよ。これは、わかるんですよ。インフィニティですね、無限大なんですよ。で今までアムウェイコーポレーション、エリのミシガンにあるアムウェイコーポレーションは 5A の1にランキングされてました。そのうちの子会社の日本アムウェイっていうのもついに 5A の1にランキングされてるんですよ。日本アムウェイが、アムウェイコーポレーションはもう毎年ノミネートされてて入ってるんです。ここ去年日本アムウェイまで入っちゃった。そのレベルの会社なんです、アムウェイっていうのは。だからあまりにもすごすぎて、もうねすごいからこそレベルの差があるんですよ。これ僕ね、今から32歳ですけど、5年前に27歳に38代目の大統領とジェラルド・フォードさん の, いわゆる食事会に出席していることがあるんですよ。27歳の時に、ホテルニューオータニだったかな、どこだろう、東京だと思いますけど、38歳のジェラルド・フォードさんの朝食会に参加して、ちゃんと名刺もいただいてるんです、ホワイトハウスに入ってある、だからそれのホワイトハウスの名刺とジェラルドさんと撮ったジェラルド・フォードさんの撮った写真がオフィスにピッて飾ったんです、僕は僕なりに。でそのいわゆるジェラルドさんはアムウェイのエグゼクティブの人たちの前で、いわゆるこのアムウェイ、いわゆるアメリカンスピリッツのあるこのアムウェイを日本人の人たちに広げてくださって、ありがとうございましたっていうスピーチをしてるんですよ。ありがとうって、でもあなたの友達はそれだけはよしてくれって言ってるんです、アムウェイを考えたら。この差はどうなんだってことなんですよ。これ本物の証明なん、本当にマジで。バカげた話は共通してるから、本当にバカげた話だったらずっとこのレベルだけど、こういうありがとうございましたって言ってる人が、いわゆるアメリカの前大統領ですよ。あなたの友達はよしてくれって言ってる、もうそれだけはやめてっていう感じ、もう分かる。もうこのレベルの違いはもうエグい違うよね。すっごい差があるよ。どっち信じるか、友達、もうこれあなたの実力だと思いますね、考えたら。そういう感じだと思いますね。僕はこのレベルでアムウェイっていうのは、この差すごく面白いなと。要するにだんだん知識上がれば、すごいアムウェイのビジネスになっていくということですね。どういった、ということで、会社はそのレベルの会社、分かりました。今度面白いこと言う、今度ね、ピンレベルでサファイアっていうのが出るんですよ。どんなピンなのか僕分からへんけど、この帰りに僕出るんですけど、今日ね、あんまりこのこと言ったら、あんまり言わん方がいいのかな。これはもうトップシークレットな会話です。なんでこんなところで喋ってくれるんですか。ファックスが雨の方から届いて、帰りに出てくださいっていうことでね、トリプルレベルの人が、いわゆる月1回集まった日本アムウェイの見える本社があるんですけども、そこで話し合ってるんですけどね、それについての話し合う議題の中に最後にピンレベルについてって書いてあると何かなと思ったら、サファイア DD についてって書いてあるんでね、なんかどういうことがサファイアなのかな、多分増えると思いますよ。またパールルビーよりサファイアの価値あるの、一応指輪だったらルビーの下なんかな、だからルビーよりパールの方がいいでしょ。一応僕全然ほど知らないけど、ビンで言ったらルビーよりパールが良くて、パールよりエメラルドがいいから、そういう順番になってる。サファイアってどこのレベルなの、ダイヤモンドより下やとは思うんですけど、どうなのね。ラグビーより安いってことは DD とルビーの間にピンができるってことだよね、多分ね。もうなんか僕はだから200万点ぐらいでルビーとかサファイアと なんかそんなん出るん違う。僕は日本切れでサファイアかなと思ったけどね。なんか可愛いピンですね、サファイアっていうのはね。
なんか暴れそうですね、そこでどっぷりずっとなんかどっぷりでっていうね、感じがずっとするんですけどね。なんかでもサファイアっていうのは今まで聞き慣れない言葉なんでね、なんか面白いなっていう感じで思いますけど、まあ、そういうの出るみたいですよ、サファイア DD っていうのも、うん、まあ、アメっていうのは本当にカラフルな業界ですね。部長とか課長とか言われるサファイアとかパールとか言われた方がなんかいいなって僕いいなってすごく思いますけどね。でまあ会社はそのレベルの会社であるっていうことももうお分かりいただいたと思いますし、で要するにこれ分かると思いますけど、中国アメっていうのは親会社は日本アメなんですよ、本当に。だから中国アムウェイの運営っていうのは全部日本アムウェイのお金でやってるんですね。そんだけ日本アムウェイっていうのは信用度が高いわけですね。で、中国っていうのはすごく法律っていうのはものすごく複雑なところなんだけども、このアムウェイみたいな口コミのこの携帯でなんていうの、人から人にやっていくようなビジネスっていうのがすごく厳しくて、悪い業界もいっぱいあって、中国政府はこの悪い業界を全部ストップさせたら一回走ってなんかメスを入れてこのことができないようにするっていうことになってたみたいですけど、当然ながらアムウェイっていうのはちゃんとしたビジネスですから、アムウェイは運営されてるっていうね感じですね。中国でもいろんな国で行われてますね。やっぱりこのアムウェイの会社っていうのはすごい会社だと思いますよ。このアメリカには顔を聞くっていうのも政治力のある企業だと思いますよ。本当にかっこいいなと思います。で次2番目が製品なんですけど、2番目製品なんですね。うん、製品なんです。で、アムウェイの製品っていうのはね、基本的にはどういう製品を作ったかって言ったら、良い製品を作ったんですよ。いい製品を作りたかって、いい製品を作ったんですよ。で、例えば他社のメーカーっていうのは、ね、別にけなしてるんじゃなくて、売れる製品を作ってるんですよ。わかりやすく言ったら、安い製品とか、売れる製品を作ったんですね。一般の消費者レベルに、消費者のニーズに合うものを作ってるんですよ。例えばダイエーっていうのと商法と、例えばセーブっていうのはターゲットにしてる層違いますよね。例えばダイエーのスーパーとイカリスーパーで行く客層が違うんですよ。わかるかな。僕日本に住んでるからイカリスーパーとかたまに行ったりとか、近いところでダイエーとか行ったりするけど、来てる層が違うんですよ。ダイエー行くとなんかね、もうすっぴんでなんかアジタスのジャージがなんか入って、買い物カゴがここから必ず手からぶら下がって、ネギがこう出しながら必ずクルクルってまずなんかぶっと挟んでるっていうか、そういうおばさんたちが結構いっぱいいてる。本当にね、なんか知らんけど1円ぐらい、なんか5円ぐらいに違うのになんか悩んでるな。例えば何あれ柔らかいやつ、豆腐買うのでもなんかこうやってよく光景見るんですよ。どっちが値段は一緒だけどどっちが重いのやるとか、なんかそんなレベルで見てると思うんですけど、でもイカリスーパー行くと小綺麗な格好して BMW で止めて、そして子供を連れて、そして何要するにそんなにベルトになって買って、カードでピッてこう払うのね。なんかなんかバイエルとなんかちょっと待ってとか言ってガーってやるな、ちょっと待ってとかやってるおばあちゃん結構いるんですけど、あんまりイカリスーパーいらっしゃいませんね。考えたらまあそれはそれとして、ターゲットを絞ってるから置くものを変えてるわけなんですよ。これ分かりますね。だからやっぱり一般の製品、例えば庶民って言われる人たちの方がお金持ちより断然多いわけですから、わかるよね。その庶民の人たちに受ける製品を作ったのが他社の企業なんですよ。意味わかりますか。でもアムウェイっていうのはターゲットは決めなかったんですよ。いい製品を作ったんですよ。物分かりのいい人がこの、わかるかな、マッキントッシュのね、いわゆるコンピューターと一緒、若い人だけが使えばええという、いわゆる発想なんです。あそこのコンピューターって全部視野にマッキントッシュを入れていきたいと思ってないんですね。 IBM はそう考えてるけども、マッキントッシュはもう分かる人だけで、視野はこんだけでいいんだっていうものを持ってやってる企業なんですけど、アムウェイっていうのはいい製品を作りたかったんですが、だからいいものが分かる人が使っていただければいいっていうレベルなんですよ。分かる。だからこの製品を作ったんです、アムウェイって。だからアムウェイっていいものが分かる人は絶対使いたいんですよ。これどうでもいいものだったらこっちが行くと思うんですよ。安いものを買いたいんだったら、思いません？アムウェイっていいものを作ったんですね。すごくいい製品ですよね。だからすごくこだわりのある人が絶対選ぶような製品だと思う、アムウェイの製品って。例えば歯ブラシ一つでもそうですよね。こだわりのある人だとアムウェイを選ぶと思うんですよ。もうどうでもよかったらもう棒突っ込んでガリガリやってればいいと思うんですね、考えたら。僕思うんですよ。で例えば歯磨き粉でも、こだわりのある人だったらあの研磨剤で、アメリカで特許取ったらあの研磨剤の歯磨くっていうのが酵素も入ってるし絶対いいと思うんですけど、こだわりのない人だったらデンタイライオンでもイチゴの味がするやつでも何でもいいと思うんですね。こだわりのある人が絶対選ぶようなプロダクトなんです、アメっていうのは。すごく僕はすごくそう思うんですね。だから
アムウェイの製品っていうのは僕がすごくやっぱり最近は素晴らしいなっていうのはアーティストリーですね。今日女性の方多いですけども、アーティストリーっていうのはブランドなんですよ。アーティストリーっていうブランド、わかる？アーティストリーっていうのは、あの、まあ、何でも聞いてると思いますけど、あのニューヨーク、ごめんなさい、ヨーロッパのフィギュア選手権のスケート、フィギュアスケートね、選手権、世界選手権のフィギュアスケートのオフィシャルスポンサーになってるんですよ。で、アーティストリーがお金を出して、コートのこの周りにアーティストリーっていうこういう入れてるわけですね。で、要するにスケートをする選手は、アーティストリーの化粧を使って大会に出るっていうことなんです。わかる？で、その要するに化粧してた人がメアリー・グリーン・ウィルって言って、メアリー・グリーン・ウィルって言って、ロンドンのダイアナ妃の専属のメイクアップアーティストなんですよ。あとはベルサーチの専属のアーティスト、メイクアップアーティストさん。その人がもう絶賛してる化粧品なの。だからね、このアーティストリーっていうのは粋な女性が使ってんの。わかるかな？あのね、そうなんですよ。宣伝してないっていうのは通なんよ、これ。そんなもん顔ですなんとかなんとかなんとかって。わかるでしょ、要するに。僕はやっぱり、僕はもしくは女の人やったらね、その辺で、わらぼろぼろぼろ宣伝して、ポスターベタ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 貼ってるような、その辺の誰でも使ってるような、ばあちゃんとかね、そのどうでもええような使ってるような人たちが使ってる化粧品は使いたくないわ。僕は女性やったら、男やから使わへんけども、やっぱり、粋なもの使いたいですね。と思いません？だから例えばこのアーティストリーとかあのいうのは、ものすごい粋な女性がすごく使ってる製品でしょ。で、例えば、その、なんていうのかな、アムウェイっていうアーティストが口コミで広がってきた化粧品なんですよ。で、口コミで広がったっていうと、最近でやっぱりスベルトって言って、あの女の人が痩せるやつ、足が細くなったりとか、あとなんか中国石鹸、あれ痩せるのかもしれないけど、中国石鹸とか、あれすごく口コミヒットしましたよね。中国石鹸のもろにそうですよね。宣伝してないでしょ。うん、中国石鹸ですって見たことないよね、みんなね。してない。でも結構みんなヒットしてるわけよ。あんま店も置いてるっていうのもあるけども、店が置いてなくてもヒットしない割には、あ、店が置いててもヒットしない製品いっぱいあるけども、アメっていうのは、アメじゃない、その中国石鹸っていうのは結構、店に扱う前からも結構ヒットしてたし、あんな店が使ってんのっていう、結構ヒットしたでしょ。あれ、口コミなんですよね。あれ、一番初め見つけた人ってモデルでしょ。で、モデルが、いわゆるいいよっていうことをスチュアーデスに言って、その人たちから広がっていって一般的に言ったんですよ。で、アメのアーチするのもそのレベルなんですよ。本当に粋な女の人が使った本当にいいと思ったのがどん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 広がっていって、そして、あ、メンバーになったら、アムウェイのメンバーになったら安買えるんだということで、アムウェイに入っていったりとかしたから、どん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 広がっていって、今アムウェイのそのプロダクツの中で化粧品が一番売り上げが多いんですね。鍋ではありません。わかりません、要するに浄水器でもないんですよ。化粧品が一番多いんですよ。だからよくアムウェイって洗剤でしょっていう言い方にする人おるけど、そのレベルの言い方やったら化粧品でしょって言った方が正解なんですよね。うん、本当はね、レベル的には。アーティストにとってはすごいいい製品。だ僕もだから、なんていうのか、たまに、マッサージクリームとか自分でやったりとかやるし、今度男性物の化粧品出ますね、5月から。もうあれは絶対絶賛の化粧品やと思いますよ。男の化粧する時代やからね、もう。やっぱりそうだし、やっぱり汚い顔で営業するよりは、小綺麗な顔で営業した方が、どう考えても初対面の人の印象がいいでしょ。なんかボロボロでやされて。ちょっとね、名刺をこんな感じで渡していいかな、なんかもうね、もうほんまにって疲れたんねんな、みたいな感じやから、だからやっぱりこう、小綺麗な感じがいいと思いますが、すごくアナーチするよ、すごくいいし、すごく成分も考えてると思うし、あ、僕もね、僕はすごくアムウェイの化粧、アムウェイのビジネスやってね、思ったことが、女の人って案外化粧品の成分とかね、肌の構造知らんと化粧を使ってんねんなっていうのは、僕はごっついショックやったんやんか。で、僕知ってると思ってたん。よくアーティストの説明するときって、こうや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 って、これバリアゾーンでしょとか、やるやん。で、これが感染、これが毛穴で、みたいな、これが神秘で、表皮でどうのこうのって、こういうこと知ってて化粧品使ってると思ってたの。ほんなら、とか、で、ここにね、って言って、いわゆる要するにコラーゲンがあって、こんなとこにコラーゲンあったみたいなね。僕、それで私は資生堂って言うんやったら、もうあんた何も知らんだけやったことないよ。本当にもうなんか怖いけども。わかる？だからやっぱ知ってると思ってない僕は、男の気持ちとしてはね。でもあんま知らないで使ってるってことは、全然肌の構造とかコンセプトとか本当に部分を分かって使ってるよりは、コマーシャルで使ってたり、知り合いの人が使ってるからとか、友達が使ってるからとか、そのレベルで使ってる人って結構いらっしゃるじゃない。でも案外っていうのは本当に、なんていうんですか、動物成分とか植物成分とか、とにかくなんていうのかな、そういう特徴、例えば弱酸性であるとか、微光量であるとか、結構よくしてますね。別に化粧品の宣伝してるわけじゃないんですけども、そういう本当に女の人がね、もともと持ってない、持ってる、なんていうのか、子供の時の肌の状態を維持するような成分を、この化粧品に付け加えて、
昔の肌に戻りましょうっていうことでしょ、コンセプトの 状態っていうのは。そういうようななんか化粧品はすごくいいと思いますよ。ビシビシしちゃってるんですけど、どうぞ思いません？だからそういうことを説明してるってことですから、ものすごく製品としては抜群に 100% 元気さをしてる。それとさ、もう一つ一つ言っとくと、ここちょっと頭賢くないと分からへんけど、例えばあなたがアーメンの社長だったらね、社長になるんですよ。今から行きますよ。はい、なりました。社長になりました。で、考えることはこの製品を作ったわけね、みんな、はい、作った、賢くなってね、作りました。で、アーメンのプランを作りましたね。で、あなた社長なんですよ。このプランの作り方はアーメンのやる人が成功しないと売り上げ上がらないってことよね。よしですね。じゃあ社長は何考えないといけないかというと、素人が入るってことは分かりますね。プロが入るっていうより素人がどんな人も入ってくると、どんな人でも入ってきたときに、完全に要するにパーフェクトな製品を作らない限りはビジネスにならないっていうことぐらい分かりますよね。意味分かる？例えばね、レベルの高いサラリーマン、いわゆるセールスがすごいレベルの高い人だったら、それなりのものもセールスしちゃうと思うけど、レベルの低いサラリーマンだったら、それなりのものってセールスできないでしょ。これ別に物を売るっていう仕事じゃないけど、アムウェイ、例え話で言ってますけど。ということは、アムウェイの会社にしたら、素人が製品を扱うってことは、その素人以上のレベルの製品を作らない限り、素人が成功できないじゃないですか。いい製品をヒットさせていくっていうことに関して、その人以上のレベルの製品を作らない限り、アムウェイっていうビジネス自体が大きくならないんですよ。だからアムウェイっていうのは、最高の製品を作るような、いわゆる、なんていうんですか、必要性がある会社なんですね。うん、だから、この製品っていうのはあなたのレベルを超えてるから、だから浄水器なんかでも、これみんなまあ何回も聞いてると思うけどもね、その日本 あのいわゆる水道協会の査定する機関ありますよね。日本の水道協会で浄水器を出すんだったら、濁度はこんだけ落ちないといけない、例えば塩素はこんだけ取れないといけない、いわゆる化学物質はこんだけ取れないといけないっていう、このレベルをズッコーンと超えてるどころか、世界の JWF っていう水道協会のいわゆる浄水器はこんだけ取れないといけないっていう、最も高いレベルでクリアしてる浄水器でしょ、アムウェイの浄水器、ウォータートリートメントシステムっていうのは。わかりますよね、考えたら。で、日本では例えば紫外線ランプがついてて、この紫外線、ね、ランプがどんだけきれいにならないといけないかっていうような、そういうものをチェックする項目ってないんですよ。これ分かってると思いますけど、紫外線ランプがついてる浄水器は日本ではないから。わかりますね。ということは、あなたのレベル以上の製品ということは、あなたには恥はかかないことですよ。あなたは絶対にいい、例えば浄水器いいよっていうだけでも、あまりにもレベルが高すぎて、まあ、あなたは恥かかないぐらいすごい製品だってことなんですよ。わかる？だから、あなたみたいな、例えば物を友達に言うの嫌だっていう人専用に素晴らしい製品を作ったってことなんだから、その私は物を売るの嫌だっていうのはよくわかるし、僕も嫌ですよ、あのその物を売るのは。でも売るとかいうレベル以上にすごすぎちゃって、本当にいいんだっていいよって言ってあげたら、相手が欲しいよっていうぐらいの製品を作ったってことなんですね。わかった？だから抜群なの、本当に。あのマスカラなんて僕あんまつけない、やらないけど、あんまやらないとやったら危ないんですけど、みんな言うけどね、僕わかんない、使ってる人だったらわかると思うんですけど、もう結構綺麗にいくんでしょ、しちゃって、これスッとこう毛一本一本ピューっとこういくみたいし、さすがだなと思ったら、アーティストリーのティッシュ使ったことあります？あります。あれこうやってやってもね、痛くないのね、髪が。でもね、あのいつも普段で売ってるティッシュあるよね、クリニックか、クリニックじゃん、あれは全然違う、ペーパーバランス5って読むやん。で、それはあまり関係ないんですけど、クリニックじゃない、クリニックティッシュ、なんか普通のティッシュで顔をピピピピってやったらね、口元赤くなる、すっごく痛い。でもアムウェイの、あのいわゆるティッシュすっごくやるから、紙1枚もこだわっちゃってるんですよ。だからいいものが分かる人が必ず使いたくなるんですよ。どうでもいいもの、どうでもいいものを使いたい人でもここのレベルなの、分かるかな。こだわりがすごくある製品に関して、本当にアムウェイの製品っていうのは抜群に、あのなんていうのかな、あのいいね、あのアムウェイこう早く出してほしいけど、トリートメント早く出してほしいなと思うけど、あのアメリカのいつも使ってるトリートメントも抜群にいいし、とても自分の感覚に思えないぐらいすごくいいからね。だからとにかく製品抜群にいいんです。だから僕はあのアムウェイのね、その僕パーソナル専用のグループ新聞作ってるんですけど、僕パーソナルって僕にもグループいますから、新聞作ってるんですけど、結構面白い新聞で、あのなんていうのかな、あのクラウン、あのクラウンアンバサダーグループの皆さんってこう作ってるんですよ。そういうグループだから、要するに、春が来ましたみたいな感じでちょっと格好をつけて、春が来ました、今年の春は32回目の春でどうのこうので、今年はニューヨークから始まりそうですと。で、4月19日から、ウェスタンパシフィックダイヤモンドフォーラム参加のためニューヨークに招待されます。もちろんその前にはハワイの自宅に戻って、ハワイ
ニューヨーク10日間の旅最高ですみたいに書いてあるんですけど、あなたもこれができるチャンスですと、そして仲間とできるチャンスです。でまずはアムウェイの製品を使ってとにかく好きになって愛用してくださいと。できないことを考えずできることから進めましょう。ガタガタ言わず文句を言わないでって新聞に書いてあるんですけど、ガタガタ言わず文句を言わないでさあ発注しましょうっていう新聞なんですね。なんか面白い新聞ですけど、でとにかくそういう新聞なんですけども、とにかく製品としては抜群にいいということなんですよ。だからこの製品はとにかくたくさん使って、とにかく点数っていうものがついてるから、とにかくそこでかなり点数が出るんじゃないかなってすごく思いますね。そしてプランですよね。次、プランですけど、このアムウェイのマーケティングプランっていうのはもう完成度抜群で、もう要するにやれば絶対分かるっていうレベルだと思うんですけど、これがすごいなっていうふうに思うのはね、これファーストボーナスが 21% あるんですよね。で今日日日だからこの 21% を細かく分けて 3% 6% の方が非常に多いと思うんですけど、セカンドボーナスが 4% あるんですよね。でサードボーナスが 3.75% あって、これ合計で 28.75%、 これがアムウェイのボーナス基金なんですね。これ分からない人もいると思いますけど、そうなんですね。だからあなたは分からないことがいっぱい多いから、とにかく素直になってミーティングで聞く、これが一番ですね。分かった素振りをするのは一番もったいない。こんだけあるんですよ。で僕すごいなと思ったら、このサードボーナスの上にパールボーナスっていうのがあるんだけど、このパールボーナスっていうのは 1% なんですよね。まあ 1% って数字はちっちゃいかもしれないけど金額は大きいんですけど、でちなみにもうすごいなと思うのはね、プランの変更っていうのって基本的にアメはないんだけど、増える変更っていうのは年々あるんですよ。でサラリーマンとかやってたらボーナスがカットされたりとか、月収がなんだかんだうまいこと言ってカットされたりとか、なんだかんだうまいこと言い組められて残業手当がつかないとかね、2年前まで続いてたのにこっちからつかないとか、なんでっていうことって結構あると思うんですけど、アムウェイって今まで過去このアムウェイのボーナス上のプランでボーナスが減るっていうことって一度もないんですよ。増えていった、増えっぱなしなで、ちなみにこのパールボーナスが 0.5% の時に僕参加しました。 0.5% の時に僕パールボーナスね、確かに30万ぐらいだったの。30万ぐらいだったんですよ、パールボーナスっていうの。まあ、大人だったら分かるから、パールボーナスがどうなるかっていうのが、まあ、なってください、まあ、パールになってください。大体ね、よくね、パールボーナスはどうなるんですかって聞くよりはなる方が早いから、そういうこと聞いてやらない人っていうのはよく税金どうなるんですかってよく聞いてね、考えたらね、税金どうなるか、税金払う前にまず儲けること、これが一番ですね。儲かった人が払うもんですから、普通あれは。だから払いたくないよね、税金なんか。僕もしょっちゅう来るけど、今日もなんか源泉税や、またなんか所得税や、なんか所得税ちゃうわ。だって何かね、消費税かなんかどうのこうの、まだ来てて、まだ払わなあかんなと思うの嫌なんですけど、まあ、別としてね。で、0.5% で30万あったんですよ。で、それが 1% になった時に、どうなったかって60万になったんです、一気に。倍でしょ。0.5% が 1% になったら2倍だから、30万だったら2倍で60万でしょ。だからある時から何にも仕事では変わってないのにぐるって変わって60万だったんですよ。その時にね、すごいなと思って、この話を、これこのビジネスは普通労力を増やして増えるっていうのは世の中の普通の起きてというか当たり前だけど、今の時代は労力を増やしても減るものがありますよ、本当に時代的に言うと。でもアムウェイっていうのは労力が同じでバーンって倍になったってことはすごいなと思った。その前にも僕アムウェイ参加した時セカンドボーナス 3% だったんですよ。急に4% になりますって言われた。急にまたボーナス増えちゃった。こんなこといっぱいある。例えば達成金でもそうなんですね。僕去年9月1日でトリプルダイヤモンドになってますけど、これよくみんなに言ってるけど、何対して250万入ってるんです僕。普通250万がくれへんよ。平社員が課長になって250万が払わへんよ、書いちゃって2万5000円ぐらいじゃん。払ってもほんまに払わないと思いますよ。で、まあ250万もらったんですよ。で、まあ、それはそれでいいとして、ところが今年からトリプルになったら800万なんですよ。本当に800万なんだから、僕は去年ならんと今年なってた800万いただけたの。だからどうしようかなって悩むっていうか、でも去年なりたかったしみたいな。だから去年なった人はその差額を払っていただきたいとアムウェイに言ったんですけど、まあ、それは認められませんでしたけども、一応言いました。とにかく差額の650万って返していただきたいということで話しますけど、全然ダメでしたけど、実はそうなんですね。バブルが終わってからね、よく聞いてね、会社でこんなにね、歯振りのいい話はね、普通耳にしないことなんですよ、皆さん。歯振りが悪い話はもうどんどん聞いてると思います。あそこが倒産したとか、ここがこうなったとか、
でもアムウェイの話は羽振りが良すぎて信じられないけども事実なんですよ。だからチャンスだって言ってるんですよ。それを認めて自分のものにしていくことがすごく大事だと思いますね。だから800万円、例えば僕来年クラウン、クラウンバスター目指してますけど、クラウンになったらいくら入るかというと1600万入るんですよ。なっただけで年収1600万でちゃうよ。おめでとうございますピタコンさん1600万って言うことですね。じゃあそしたらクラウンアンバサダーになったらいくら入るか、認定金で3300万入るんですよ、3600万と500万とかもしれない、3000ちょっと入る。確か計算で僕が来会でクラウンアンバサダーになったらクラウン、クラウンアンバサダー2つの認定金で確か5000万超えるんですね。すごい話よこれは。普通認定だけで、ね、お金払わへんって。本当にそれだけこの会社っていうのはやったあなたに対してパーフェクトに評価するっていうことですから、あとは問題はあなたのやるだけの問題なんですよ。ガタガタこの会社大丈夫ですか、製品大丈夫ですか、プラン大丈夫ですか、あなた大丈夫ですかってことなんですよ本当に。今マジでそれだけなんですね。それがすごいっていう、僕はことだと思うんですね。そんな話をね、そのできないっていうぐらい大きなもんだっていうのはよくわかるけれども、まずは製品を使っていくっていうできるところから始めていくってことなんですよ。ほんとちっちゃい子が大きなものを見たときにうわー怖いと思うのと同じぐらいだと思うんです、これって。でもまずちっちゃいところからやっていくっていうことがすごく大事、まず第一歩を踏み出すってことでしょね。すごい会社やこのプランは本当に。でサファイア DD が出る可能性があるまだボーナス増えますよ本当に。だからね、今から10年経ったらもっとボーナス増えてるって。あ、今から5年経ってもっと増えてる、だってこの5年間でかなり増えたから本当に。だから今そのアメっていうのはなんでこんだけボーナス払えるかって言ったら簡単なことなんですよ。売上がまず伸びてるってこといい。この会社自体の売上が今1800億円になって、信じられないけど1800億、遅いって言われながらでも1800億まで来ちゃって、さらに遅いって言われてる今の現状でもまだ 30% 伸びてるんですよ。1800の 30% で約500億円ぐらい売上計上あるんですよ今年だけで。普通中小企業の売り上げですよ、それ。それ1年間で売り上げ計上すると伸びちゃってるんです、どん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 。この伸びた金をこの会社なんてやったかっていうと、税金で払うんだったらあなたに払うっていう仕組みを取ってるし、広告代理店で金払うんだったらあなたに払うっていうことだから、どん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 払う金額を増やしていってる会社なんです、これ。意味わかる？だからこれも参加しとかないともったいないよ。こんなこと言ったら失礼だけど、一個人素人がね、すっごい授業をやるの大変なことなんて、本当大変なことなんてって、どこのことから来たんかなと思いますけど、大変なことなんですよ。でもアムエっていうの中に入ってたらできるんですね。よく男の人やったら、俺はね、なんか自分は自分のビジネスを持ってなんかやりたい人いっぱいいる、この中見たと思うんですよ。アムエみたいなものに入らんと俺は俺の道でなんかやっていく、確かにわかるけれども、僕はねそんなのはものすごい難しいと思う。本当にアムウェイっていうもの自体だけでもできるかなと思ってるんやったら、そんなビジネスができるとは思わへんわ。まずリスク抱えないといけないし、そのリスクを抱えることに関してものすごい労力いると思うしね、大変なことやと思うよ本当に。マジでそんなことを準備してるよりさっさとアムウェイやって、いわゆるその資金を稼いだ方が早いと思いませんね。僕はすごく思うけど、事業ですけどね、アムウェイっていうのは。はい、もう後半戦になりました。そのぐらいすごいプラン。だからあなたが今回アムウェイっていうものに引っかかりました。引っかかったって変な感じだけど、ナンパみたいなもんですけど、アムウェイに来た、アムウェイに来たというか、アムウェイっていうものがあなたの来た、これは事実だから、もう外せない事実だから、考え方によったら。その来たものが、とにかくすごい話なんですよ。友達から来たかもしれないけど、すっごい話。それをどのように自分のものにしていくかってことで人生決まっちゃうから、もうしっかりと頑張ってやっていくのが一番いいんじゃないですか。ね。で具体的なことだけど、はい、ちょっとこれで終わりますね。なんかニューディスなんか何なんかよく分からない話だけど、一応これ僕にとってはニューディスになってるんですけど、こんな感じで僕は OM っていうか自分のパーソナルグループもバーって言ってますから、同じこと言ってるからね。だから僕は自分がフロント言いますよね、僕にもフロント新しく言いますから、どん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 フロントにやってます。とにかくだからこの間奈良に行った時ね、一人僕は私女の子連れてきて、奈良に連れてきて、全く雨の話したことない子やでね、アムウェイっていうこと言ってるけども、プラン一回も説明したことない。電話して奈良に行くからっていうこと前もって言ってて、アポイントメント取ってて、でも電話のとこから聞いてっていう感じじゃなかったよね、よくね。
だからとにかくあのやりたかったら手伝ってあげるからって言って、うん、だから花っていう名前で花との関係やからお前がやるって言うんだったら手伝ってあげるから、まあ僕が説明したら、あの説明してたら説明するから聞いといたらって言っとったよね。で会場ミーティング来てでバーッと説明したんやけど、考えるって言ったら僕もやめようと思ってた。なぜかというと最高にいいマーケティングができたと思ってるんで、よかったですよ、あれね。だから丁寧にやりましたから、あの丁寧にやらないと絶対分からへんような人たちがいっぱいいたんで、あの丁寧にやったんです。僕としてはね、最後のマーケティングができたと思ってたんですよ。まあ対彼女に対してもね。で結構テンションもすごく高くていい気分でできてたから、これでやらないっていうのはもう縁がないなと思ってたから僕も。だからもうそれでバーッと説明して、最後どうするって言ったらもう結局やるってことでサインしたけどね。なんかやっぱり結局はこれやっぱりなんていうのかな、誘う側ですよね。全ての実験を握ってるのは誘われた側の人が嫌だ嫌だって言ってたら、誘ってる側っていうのは別にずっとそれ嫌なの嫌なのずっと追いかけるほど余裕もなくなってくるし、面倒くさいから別に次のコーナーに行けばいいわけでしょ。考えたらそこであなたにスポットが当たらなくなったらもうスポーンでしょ。考えたらだってあんた手伝わないって言われてるんだから、考えたらしんどいやん。やっぱこれ誘う側が全ての実況を握ってるわけだから、やっぱり誘ってる側が一生懸命言ってる時にあなた肩を立ててやっぱりやるわって言っとかないと、これやっぱりうまくいかないと思いますよ本当に。だって誘ってる側の方が知識があるわけでしょ。考えたらそれを言うって言ってるんだから、もうそれとやっぱり伝授されてやった方が絶対いいんじゃない。うん、僕はすごく思いますけどね。でも面白いですね。で僕はそんな感じで、で彼女もちょっと結構言われてて、昨日電話かけて、昨日電話かけてきてて、でなんかやりたいから6人ぐらいおるって言われて、もうやっぱりこいつはちょっと違うかったっていうことで、今度ラリーに2日7日の日にあるから2人ぐらい連れてきたら、6人全部面倒見るのはちょっとなんか役所が2人だけにしといたらっていう感じで言ったんだけどね。で今度ラリー連れてきますけど、それ実は20本目ってことなんでね、最後のもしかランナー花っていう名前ですから、最後は花を飾っていただきたいっていつも言ってるんですけどね、あのもしかしたらその子で行ったらすごいかなと思うんですけど、まあそれ以外にももう24本ぐらいまで考えてやってるんですね今現在は。久しぶりにちょっとスパーッとフロントをつけてダクダクバキ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 ってちょっと独立させていかないといけないなって思ってますけど、うん、だから僕とにかく自分のフロントとか、あの例えば先月も独立しましたよ16本目、で今月も17本目が多分独立するんですよ。であんだけハワイ半分行っててね、ポンポンポンって切れるの結構不思議やと思うんですよみんなにしたら。でも言ってることってこのことを言ってるんですよ僕、同じこと言ってるんですよ。だから聞いてる人に問題あると思う僕、怖いわ。聞いてる人、聞く側、あなんか怒ってあるね、聞く側に問題があるんですよ。同じこと言ってるのに聞く側が素直に聞いてるか、なんか屈折して聞いてるか、聞いた話をどのようにやろうか、いわゆる行動に移そうと思ってるかどうかとか、やっぱりその辺なんじゃないかなってね、あのすごく思いますね。うん、でまあそれで、今月バッて独立して、結構燃えてますね。まだまだシビアの面はいっぱいあると思いますけども、まあ乗り越えて DD までさせてしまおうと、うん、ね、でもう一本7月に、独立させようと思ってます。7月、8月ですね、うん、で明日、今月独立するパーソナル1人呼んでますし、19本目も呼んでるというセミナーに頑張ってるでしょね。で、やらないっていうか、もうこっち側の手伝う気が失せたらもうダメなんですよ僕の場合は。なんか知らないけど、うせないときにやってもらわないと、もうその人とは縁がないと思ってるタイプの僕。わかる？やる気っていうのは、やっぱこっち側にも問題がある。いや、あ、こっち側にもあるわけでしょ。あ、なんかうるさいね、これね。ここってあるんですかね。これは多分、なんか混戦してると思いますけど、誰か、小西君がどっか行きますか。あ、じゃあ、ジュニア彼女にちょっと言ってくれません？なんか、変な人いますって言うて、言ってくれたりするんですけど。あ、大丈夫です。なんか、いっぺん聞いてください、ホテルに。で、それで何話したっけ、誘う側にすごくパワーがあって、僕なんかだったら、僕が一生懸命この人と成功したいっていうふうにものすごく思ってて、手伝う意識あるっていう時に、答え返ってこないのっていうのは、もうなんかタイミングなんですよね、本当に。だから、やっぱり新しい人が一番外したらダメなのはタイミングなんです。やっぱりこれね、あなたにもやる気でもやっぱり成功決まると思うけど、誘ってる友達の成功したいっていうあなたとね、そのパワーにもすごく問題あるから、そのあなたがそうなんていうのかな、タイミングをずらすと結構似合いミスってやつなの。だからね、ここはいつも思うけどね、ここっていうミーティングに必ず来るっていう人もおれば、その時にいつもいないのね、なんでここにあいつはいないのっていう人いっぱいでしょ。これタイミングが悪い子なんで、本当にそういうのって結構ね、独立したいグループになる、うん、僕の中ではね。だから追いかけるっていうパターンよりは、これはね、 あなたがその成功してる人たちを追いかけていかないとダメなんですよ、スタイルとしてはね。ただうまくいかない人っていうのはこんな感じで、
あなたが一生懸命やろうとしたら、やろうやって言ってんやんか。やろうよ、あの上、もう、もう、言えないから、こうやるわけ。相手は、怒ってんねん。なんか知らんけど、なんでやらなあかんねんって言ってんねやんか。行こうや、行こうやって言ったら、相手もなんか、そんなんで行かなあかんねんって怒ってんねん。だからなんかその辺でなんかバランスがすごく悪いんじゃないかなってね。なんかバランスが悪いんじゃないかなってすごく思いますね。うん、あ、これ大きくしてます、これ。声がの状態で今頑張っておりますから、うん、タイミングがすごく大事分かっていただきました。後半戦ですから、これはもう皆さん疲れておりますけども、はい、疲れてなさそうな顔して疲れてる、はい、大丈夫ですね。あの、こんなんで疲れてたら僕のパーソナルグループにもしかみんな入ってたら今多分骨の状態になってると思うんですよ。本当にもう結構近いところは厳しいですからね。もうちょっと、あ、こんなもんでいいですね、はい、もうちょっとちっちゃくしてくださいと。カラオケのノリになってしまうんですけど、このぐらいでいいですね。はい、そう、じゃあ、具体的に言うと、うん、点数っていうのはすごく大事でしょ。この点数っていうのを意識していくことでしょ。で、グループ人数っていうのを意識していくことなんですよ。どうなの、今みんながどうなったのかな、しょんと変えていったのよ。でまあ、点数と人数ってすごくね意識しないとダメなんですね。で意識するとやっぱ上がるし、意識すると増えますね。で僕はあの23歳の時にオープンカーの夢で雨頑張りました。で一つの、あの、なんていうんですか、あの、もう乗りたいという一つの理由っていうのは目立つからだったんですけど、23歳の時はオープンカー少ないと思ったから。でも実際乗ってみると、なんでこんなオープンカー乗ってるやつ多いかなって思い出したんですよ。本当にやっぱりね、自分が乗ってて意識してるが多いですね。でなんかベンツ乗ってる人ってベンツ少ないと思って乗るんだと思うけど、まあ、うん、それが全てだと思わないけど、でもベンツ乗り出したらベンツってすごい乗ってる人多いよね。意識すると増えるよね。チャンスも意識するとチャンスが増えるんですよ。点数も意識すると点数増えて、人数も意識すると増える、自然なことなんですね。だから雨で成功してる人をパッと見た時にね、この人どうやって成功したのかなって思うような人たちいっぱいいると思うんですよ。これノウハウってあんまりないと思うんですよ。基本的にマニュアルっていうやつは自然なもんでビジネスができていくことが一番自然体で楽しいビジネスだと僕すごく思ってるし、楽なビジネスだとすごく思ってる。だから意識することで点数と人数っていうのを、ここを避けてあんのやってると宗教になるから。本当に夢ありませんか、理想はとか言って実現したいと思いませんかって、これ宗教っぽいからね。舞台で、ただこの点数と人数が同時進行していくことがビジネスで、同時進行していくことが成功でしょ、考えたら。だから点数だけザーンって言って人数が少ないっていうのは、スポンサー活動が減ってるってことですね。要するに人に喋ってないんですね。で単純に言うと人数だけ増えて点数が上がってないっていうのは全然プロダクトしてないわけよね。かだからビジネスに問題がある人ってそれなりの理由があるってことなんだ。だから点数と人数を意識すること。でビジネスだからとにかく自分のところで使った3万点から9万点ぐらいは絶対できる。でとにかく点数集めようと思ったら正義の知識が絶対いるんですね。でこれは暗記するだけでいいと思うんですよ。知識がいる。で 知識不足が結局は不安を招いてるだけであって、知識がある人は不安どころか確信になってますから、不安っていうものは一切ありませんね。考え方の正義に関しては特にそうですね。売れるかどうかというよりも欲しがる製品の、これものすごい製品、うん、で3万点か9万知識あると絶対できる。例えば全デモをやってもらって、全デモ、あとはニュートリライトとか、このみんな聞いてることやと思うけど、みんなのアップラインの人からのミーティングでアーティストリーとか、まあ、鍋デモとか浄水器とか、いわゆる製品のプロダクトの知識を入れちゃうことで、僕はあの、ちなみに例えばちなみにフロントの聖子いますよね、まあ、奥さん、妻ですけども、彼女には全デモニュートラアーティストの鍋1回しかやってない。1回しかやってないですね。で僕フロントに関してそんなに数やらないですね。1回しかやってないんです。でそれはね、回数はあまり参考にならないと思いますけど、その1回分が自分としては30回分に匹敵してると思ってやってるだけであって、多分みんなだったら何回も回数しないといけないけども、全デモを見せるときっていうのは僕の感じではね、ニューディスルビューターで新しく入った人がいるでしょ。例えばあなたが言ったときに製品を見てもらうだけの実験をやったことないんですよ。わかるかな。例えば
鏡、例えば黒潮、結構沈んだ、ジュエッ、ポッって分かるようにするの。これを確認してもらうほど余裕はないということなんです。あなたがこれをできたらどうなるかということと、あなたがこの製品を分かって、こんだけすごい製品を分かって、その製品があなたのネットワークで流通していったら、すごいことになるんだよっていうことを、どーって言って説明してるんですよね。うん、だからよくね、このニューディスの人で製品のことを見たときいいなっていうふうに確認してるだけで人っていうのは消費者レベルなんですよ。本当にあのビジネスをもしか考えるんだったら、やってもらってることを自分ができるようになったらいかに早いかってことでしょ。意味わかるかな。ということは覚えなダメだってことなんですよ。で、覚えないといけないのじゃないんですね。覚えないといけないのっていうのはもうあまりにもレベルが低すぎる話で、覚えた方がいいに決まってることなんですよね。うん、絶対に。これ覚えたらどんだけ点数出ると思う？例えばアーティストリーとかでも、ちょっと喫茶店で、あ、こちら HM とかバババって言えたらちょっと出るかもしれへんよ、考えたらね、考えたら、うん、例えば要するにニュートライトでちょっとビタミンをかけてたビタミンとかさね、もう最高でしょ。あとはニュートライトとかどのこのとかいっぱい、だから知識があるってことは人にプロ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 って言えるから結構点数出るんですって。わかる？だからあの聞くことがかっこ悪いとか、それを覚えないといけないっていうんじゃなくて、覚えたらすごくなるぞっていうことの方も利点の方が大きすぎるんですよ。覚えたくないっていうことよりは、覚えた方がすごくプラスがありすぎて、覚えたくないっていうことをガンガンやってるよりは、覚えた方がいいに決まってるぐらい待ってるものが大きいぞってことなんですか。よろしいですか。だからそのよくあるのが、その製品説明ができないっていうのはよくあるけど、これは あんまりあのかっこよくことじゃない。ちょっとできた方がいいですね。うん、基本ですよこれ、うん、だから絶対これができたらね、18万点は絶対できる。 9% まではこれが説明絶対できたら、そんな 9% ってことで止まんない。36万点ぐらいまでいきますよ、一人でやったとしても。仮にそのぐらい人に言いたくなるぐらい製品がすごく、うん、抜群。分かった。うちのグループなんかもあのトリプル X、 僕はすごい、僕は大体トリプル X 10-15 飲んでるんですよ。これ言っただけでもみんな驚いたんですけど、うちのグループで名古屋で船引きのグループで須田っていうやつが SP 行ったんです。その前の月 9% だったんですって。人数8人やるね。でも僕はもう無理やから諦めるって言ったんですよ。そんな8人が30人になって登録もできたのに、雨に送ったら迷惑やから、雨はだからちゃんと30人にならなあかんって言ったら、きっちり25日で30人投函して、ちゃんと15日で40万点入れて、で20日で70万点超えて、25日で100万点超えて SP 行ったんですよ。お前どうやってやったんって聞いたんやんか。僕トリプル X 20-20-10飲んでますって言った時に、こいつすごいなって思ったんや。さすがやなって、やりよったなって思ったんや。20-20-10飲んでたんやて、それでやったんやて。僕その時から次に突っ込むことやめました。本当にすごいと思った、とにかく。で成功したんやけども、とにかくまあそういう人も中にいますね。まあ、あの参考になるのかどうか分かんないですけど、まあ、僕はとにかくどう考えてもニュートリションは絶対欠かさず飲んでます。皆さんは飲んでるかどうかは分かんないけども、絶対雨するならニュートリ食ってた方がいいよ。パワーいるよこの仕事絶対。うん、夢を語るってことでしょ。勘違いしてるやつ相手にするわけでしょ。夢ない人も相手にしないといけないよね。もうガタガタの人も立ち上げなあかんときありますよね。暗いやつを生きるんだって立ち上げてからあんま言わないといけないときもありますよね。考えたらこれパワーいりますよね。エネルギーなんですよ。やっぱり健康じゃないとダメだから、ニュートリション絶対食ってたわけで、特にプロテインはあれもベーシックなもんだから、あれがないとねすごく維持しないと思う。なんか耐久力とかいろんな面 で僕はとにかくプロテインは朝と晩2回飲んでますよね。でシェーカーに大さじ2杯入れて、牛乳入れて、ちょっと浄水器入れて、ちょっとあの 粉々っぽくなるからちょっと浄水器入れて、蜂蜜入れて、ガーッて、あの浄水器は中に入れませんけど、浄水器の水を入れてガーッて振って、あのいわゆる要するにニュートリションでいうと10-15一気にドーンっていっちゃうわけですね、僕の場合は。とにかくあとビタミン B をガリ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 って食って、それで今要するにビタミン B と新しくアメリカから出たあのハーブの出たあのニンニクの、やつありますね、ガーリック、あれはビタミン B と混合するとものすごく相乗効果ありますから、絶対あれ食ってた方がいい。あれ食ってもうガリガリいったらこれだけはちょっと臭くなりますから、飲み込んで全部食って、そして最後に極めつけてもう一回プロテイン作って、もう一回飲んでお腹を大きくしてるっていう、すごいでしょ。うん、で健康なんです、これで32歳、うん、お金あっても健康状態あるから結構辛いもありますね。
お金はあんねんってベッドで飲んでたから不幸もありますよね。これお金があって仲間がいて時間があって健康で頭も健康心も健康最高でしょ、だから絶対ね、大体若い子でね、なんか知らないけど階段見たらすぐエスカレーター登りたかったりとか椅子見たら座りたい人っていうのはもう基本的にビタミン B 不足が物語ってる症状なんで、もっと食べなあかんと思う。ピーナあげようと思ったら絶対食った方がいいよ。あ、リーダーミーティングの話も言いますけど、これ別に宗教化してるわけじゃなくて、あのピンレベル上げようと思ったらビタミンいっぱい取ってた方がいいから。僕もとにかくあのもう佳境に入ってきたら、プラアンバサー佳境に入ってきたら20、20、10を挑戦しようと思ってるんですけど、今は全く挑戦する気ないんですけど、一回今日出したんですよ、20、20、10がどんな量かって、バーってさらにやめました。これを鳥の餌のようなレベルに、あれ全部食ったらあれだけのお腹いっぱいになるぐらいすごいものありましたね。あれやめましたね。とにかく10、15でも僕精一杯ですね。しかも朝なんか詰まってる時にあれ全部見て、朝が始まったらちょっと辛いのあるなってすごい思いましたけど、もうビタミンは絶対食ってた方がいいですね。でアーチストリーとビタミンの混合っていうのはもう最高でしょ。これもみんな知ってると思いますけども、コラーゲンとビタミン C とプラスプロテイン、これコラーゲンができますよね。ビタミン C プラスコラーゲンっていうプロテインっていうのは、だからビタミン C を思いっきり食ってて、プロテイン食ってる人っていうのは肌の中でコラーゲンがだん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 復活してくるから皮の表面みたいなものが良くなってきてるんですよ。だからビタミンっていうのはやっぱり絶対大事なのね。僕は思うけどね、ビタミンってね、あの体の化粧だと思いますよ。あの女性の方は外の化粧が得意かもしれないけど、体の化粧が上手くならない、やっぱり外にこれ一番出てきますよね。そういう面でこのアンマイのニュートラルアーチって絶対いいと思うから、知識さあれば3万点か9万点絶対できる、マジで。でそして次、その要するに仲間と一緒に成功していこうってことです。今まで言ったこのようなことをみんなでやりましょうってことだから、それが要するにマーケティングプラン、いわゆるスポンサー活動っていうことですよね。みんなで言ったらこのスポンサー活動がどうもなんか下手くその人がめげてるわけでね。で基本的にやりたくないスポンサー活動っていうのは人に言いたくない人が止まってるけども、まあ、言いたい人はどん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 言っていったらいいと思うんですよ、これは。別にね、僕今日来た人でもね、アンマイのこと一言も言ってない人いっぱい出ると思うんですね。まあ理由は恥ずかしいっていうことだと思うし、やるそうもないっていうことだと思うけども、なんていうのかな、やっぱりスポンサー活動っていうのは意見を言わないといけないんですね。自分の意見を、意見がないというのはスポンサー活動意見でしょ。でこういうのも心理学の心理学のテレビがなんかがやってたし、何のテレビか忘れちゃったけども、あの心理テストでね、面白いんですね。 A と B の線をこうやって書くでしょ。これどっちが長いって聞くんですって、テストで。で初めから番組のこれ生放送なんですけども、番組で前列にね、全員桜を置いといて A って答えさすようにしてるのあるんです、そのテレビって。で、どちらなんですかって言ったら、よく見てるけど A ですねって言うわけですよ、桜が。で次、隣の方はって言ったら、決まってるじゃないですか、馬鹿にしないでくださいって怒るわけですね。で次はって言ったら、って言った場合、次、全く違う桜の日本人は、って言うんですってね。やっぱり、意味わかる？全く声を合わせてない日本人の人は、って言うんですよ。でもね、外人は B って答えるんですって。意見があるんですよ、自分に。だから、アンマイも一緒でね、意見がある人は絶対うまくいくはずなんですよ。例えばアンマイのうまくいきない人って、例えば寿司食ってるでしょ、自分がウニ頼んだとしますよね。友達うなぎ頼んでて、うなぎ食ってるみんな、あなたがウニ頼んだ、で友達にうわウニなんか頼むのって言われた時に、うなぎって買える人っていうのは結構アンマイのが難しいんですよ、本当に。いやいやウニ違う、隣の人間違いますかねみたいな、うなぎってこれちゃう。じゃなくて周りがうなぎ食ってるのも自分がウニが食いたいから、ウニはうまいよって言ったらいいやん、わかる。これパワーじゃなくてあなたの意見ですよね、考えたら。それはっきり言うんですよ、要するにアンマイがどうのこうのって例えば言われたとしても、事実解消はすごいわけでしょ、製品もすごいわけでしょ、この続くところがないわけよね。要はその人の理解にアンマイっていうのは当てはまってないだけ、今のその状態だけだから、それ言うのをやっぱり自分の意見にしっかり話をしていかないとダメだと思うね、スポンサー活動っていうのは。意味わかる。それでやっぱり何回も回数っていうのは僕は大事だと思うんですけど、ここも分かってた方がいいのが、10回同じ人にあんの言うかしつこいと思われてるんじゃないんですよ。よくしつこいと思われるのすっごく気になる人言ってるけど、しつこいっていうのをね、相手が取るねニュアンスは喋り方と雰囲気なんですよ。あなたの回数じゃないんですね。10回言ってても
熱心だと思われる人もいれば、2回しか言ったのにしつこいと思われる人もいて、これあなたの雰囲気と喋り方も絶対に。だから、寝ちゃーっていうのはダメよ、これ。あの納豆みたいなやつ。うん、ベッターみたいな。みあむえってやろうや、みたいなさ。うん、まあ言った話ないけど、みたいな、べったりべったり行くやつ、なんでミーティングしてくれへんねん、みたいな、資料も送ったやろ、見てくれたみたいな、なんかさ、べったり行くねん、みたいな、なんか、豆みたいな感じがないんですね。全然分からへんと思いましたけど、つかんといかないんですよ。軽くいかないんですよ。うん。それとやっぱ、返す必要なのは、やっぱりね、返すは大事だと思う、僕は。やっぱり、うん。明るく返すは大事だと思う。一回でやらないでしょ。普通だって。やりません？やりますって。これ言ったら先着順のビジネスですよ、これ。だって考えたら遅い方が損する話だ、それやったら。全員が全員やってたら、今まで全員が全員やったら先着順に来てるとか、大変遅いところに来てるわけだから、大変なの。これ分かったもん順だから。うん、過去に聞いててもやらなかったら一緒だし、後から聞いたらやってすごくなったら、その人は成功する話だから。うん、だからやらない人いるってことは分かってないといけないね。うん、やらない人に振り回されたらダサいってことなんですよ。わかる？やらない人なんであなたの夢を避けないといけないのか。やらない人になんで自分がしたいと思ってる夢をいちいち諦めないといけないのか。やらない人になんで自分が一度やりたいと思ってることをね、捨てないといけないのかと思った時に、こんなバカバカしい話ないよ。本当に。やらない人はやらないで置いてたいんです。これ冷凍庫に入れていつか解凍して、また磨きをかけるようなことがあるかもしれませんから。そうなんですよ。結局は一番大事なことはね、他人のたかだかやらないという、わかる？これ。やらない。この4文字でわざわざ自分の生き方を変えることはないってことなんですよ。わかりますか？それをいちいち変えてる人が僕は意見がないっていうか、もう軟弱だなと思ってるだけで。変えたらダメ。うん。やらないっていうのはその人の気分だから、今の。また明日言ってやるかもしれないし、1ヶ月後言ってやるかもしれない。あのね、この間も言ったと思うけど、あの昔、日本昔話かなんかで、花坂じいさんがなんか話して、裏の庭で犬がワン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 、ポチがワン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 鳴くから、なんだかんだって見に行って、ワンワン鳴くところを掘ったら小判が出てきたってやつあったでしょ。うん、あれ、ワン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 、泣いたから掘りに行ったと思うけど、あれ、多分ワッって1回だけで行かへんかったと思いますよ、あのおじいちゃんね。だからあれ、アピールとか全然違うと思うんですよ。アピールしてるなっていうことです、犬も。だからそれは行かなければならないってことを言ってるわけだから、それと一緒やと思う。例えばこの中でお子さんいてる人がね、デパートに行って、お子さんがダーッとデパート走って、母ちゃんこれ買ってって言って、で、あなたが例えばうざっ、おたまりとか、おたまりとは言わないと思いますけど、おたまりって言ってブッて黙ったら、あ、そうだな、こんな感じでしょ。けども、母ちゃんこれ買ってって、なんかおもちゃ売り場出てきて、これ買って買ってって言って、おたまりって言ったら、うわーんって泣いて、買ってーって走りまくって言ったら、これはアピールが違うなって思うと思うんですよ。これは買ってあげない、遅まへんなみたいな、だからアピールだと思うんですね。だから勧誘じゃなくて、アムウェイとあなたの夢をアピールすること、これがスポンサー活動なんですね。うん、だから勧誘の空気はアピールっていうものがないから、アピールっていうのは明るいものなんですね。アピールすることですね。そうするとだんだん分かってくる、スポンサー活動っていうのは。で、そしてグループができていって、1人、2人、3人できていって、できた人から製品を見せる、できたら製品を見せる、ミーティングに一緒に来る、LINE に一緒に行く、例えば来ないっていう人もいっぱいいますよ。一生懸命言っても絶対嫌やっていう人もいっぱいいる。けどもやっぱり、なんていうのかな、その中でも僕は一生懸命させてミーティングに行ったりもいっぱいいろんなことしてきましたよね。その結果やっぱ大きなグループになりましたよ。うん、僕なんか初めてのミーティングは広島だったんですよ。これ前の会場見てみたことあると思いますけど、皆さん大阪で例えば震災化してミーティングあるからって言ったら、距離的にはさほどそんなに苦痛じゃないと思うんですよ。仕事自体の時間からどうか知らないけど、僕初めての会場見る広島ですよ。広島だから、何て言ったかというと、会場見ていこうっていうわけやんか。へーって、成功者が喋ってるからって、ここまでいいよね。場所は広島やねんって言った時に、絶対行かへんって言われたもんね。本当にそれでもずーっと言うわけやんか。そうそう、次はって言ったら、要するに金がないって言うわけやん、新幹線だって。だから行こうやって、車で行こうやって言うわけやん。だから、誰が車出すねんって言ったら、お前やんっていう感じやん、次は。誰が運転すんねんって言ったら、免許僕ないねんって話やねんから、それはなかなか行かなかった。けども、それでも一生懸命連れて一生懸命行って、まあ、やっぱりミーティングがそうかって盛り上がって、帰りはなんかサザエさんの家みたいに車をこう揺れながらね、やるぞみたいな感じで思いながら、そうやって帰った日々をね、あの日々してましたね、僕は。そうやってやっぱりどん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 やっていく。だから雨の仕事っていうのはね、一つ一つ起こってくる出来事っていうのをなんか楽しみながら、愉快に、今日一番初め雨のミーティングで言ったように、間に合わないと思った時に、そのなんか間に合わない現状を楽しめるなんかアイデアの
脳みそがあれば、雨っていうのはね、そんな苦しむことはあんまりない。で、その嘆いたり掘り出したくなったりとか、もう苦しくて仕方なくてひっくり返る、そういうもののプランではないんですよ。楽しいビジネスよ、これ。やってて楽しい仕事なんですね。それがこのビジネスが含まれてるということ。で、あとは最終的にこれで終わりますけど、やっぱり目標っていうものをしっかり持ってやっていく、これがすごく最後には大事ですね。目標、よくノルマがないから、目標って言ったらノルマじゃないんですかっていう勘違いする人いるけど、これ目標とノルマって違うんです。目標っていうのはあなたの多分一つの、なんていうんですか、その道しるべみたいなもんですね、目標っていうのは。だから各自自分は何パーセントやろうってことは決めていかなきゃダメです、これ。で、やっぱりそのなんていうのかな、 9% やろう、例えば 6% やろう、 3% でもいい、例えば 12% やろう、 15% でもいいし、 18% 何パーでもいいけども、そのパーセンテージをするためにあんまやってるんじゃなくて、その夢の実現のとこに行くまでに登っていかないといけない階段なんですよね。意味わかる？ 12% をやるために雨やってるんちゃうんですよ。夢の実現のために今 12% を超えていくってことなんですね。わかりますか、言ってる意味。だから別に階段をされてるってこと、 3%、6%、9%、12%、15%、18%って、その階段を登っていくってこと、一歩ずつでいいから、無理に3歩行ってバン外してしまってボケるよりは、一歩ずつやっていく。これが一番ベーシックなもんでしょ。それを絶対外さないで考えて、で、うまくいかない時でもやっぱりどうやったらうまくいくかということを考えてやっていく。僕はうまくいかない人っていうのはね、うまくいかないばっかり言ってる。どうやったらうまくいくかを考えるんですよ。で、これはできない、あれもできない、これもできないじゃないんです。できることを考えるんですよ。できることを積み重ねていったことが成功なんですね。できないことを積み重ねていったことじゃないんです、僕の成功は。できたことを、自分が今の現状できること、あの時できたことをずーっと積み重ねていったことが成功だから。わかりましたか？階段を登っていくの。バン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 。とにかくまず 3%。僕は 9%、12%、15%、18%、SP やけどね。全然難しくないです、こんなんは。とにかくしっかり登る、しっかりと、しっかり登る、しっかり、しっかり登っていったら、やっぱりもう面白いです。景色も変わってきますし。だんだん変わっていく。とにかく一生一回しかないからね。基本的に今日、ムーディスっていうことで、うちやってる人だけに説明になりましたけど、あなたに用意されてるこの雨っていうのは、多分もう本当にすごいビジネスですから、これ。だからとにかく外さないで、しっかり握って頑張るのが一番いいんじゃないですか。これを外すと結構、なんか辛いものがあるんじゃないですかね。やっぱりなんか、若くてもかっこよく生きたいよな。僕はやっぱり想像力戦ですよね。やっぱかっこつけようと思ったら、やっぱそれなりにやっぱり、いかなあかんもんね。なんかよくわからんけど。なんかやっぱりかっこよく来たいわ。かっこよく来たい。今東京にマンション探しててね、ちょっと引っ越しようかなと思ってるんですけども、今東京マンション探してるんですけど、渋谷区っていうところで見つけて、ショートっていうところなんですけど、そこすっごいいいよ。また来てね、僕は東京もしか帰って、分かんないけどね、行ったらすごいショートって、もうそこは、ね、お国の人が住んでるから、徳川家大会とかいう人がいっぱい住んでる。高級住宅街のレベルの高い番組、すっごいよかった。いいよ、本当に。前僕が今借りたマンションの部屋が、なんか今、松野雷蔵さんって知ってる？なんか大臣で。あんま知らないんですけど、経済、政治の疎いんで。その人が過去住んでた人で、みたいなね。家賃115万とか言ってますけど、それをちょっともうちょっと値切って、大阪の商人がもともと貧乏なので、値切れる癖ありますからね。値切って今やってますけども、1階がね、ブルーネ石油王国の一等書記官が住んでるんですよ。この一等書記官のことをなんと大使って英語でアンバサダーって言うんですね。だからね、アンバサダーって書いた後に僕思わずここしかないわってすごく思ってしまって、すごいんですよ。でも周りに山本陽子の家があったり、山本恵子じゃなくて山本陽子の家があったりとか、あとは要するに何で三木ひろしとか、あとは森進一とか、芸能界でも大御所って言われる人たちが住むようなとこなんですね。そこなかなかいいなと思って気に入ってるんですけども、不動産の人に、なんで東京来られるんですかって言われて、いや、プラアンバサダーになろうと思ったら、東京来た方がなんかいいような気がするんで、その人、アメって知ってるから、その不動産の人は、東京の人が来た方がいいような気がするんで、とにかく東京に来ようと思ったんですよって言ったら、それから、じゃあ、プラアンバサダー、頑張ってくださいねって、本当に応援してますって言われたんで、だったらフロントになれっていうふうに言いたくなったけどね、考えたら、じゃあ、フロントになっていただきましょうかって言いたくなりましたけど。あんまり関係がなかったんで言えなかったですけど、本当に、アメのビジネスやってるとね、なんか住みたら特に住めますね。本当に普通の日本人っていうのは仕事場の近くに自分の家探すでしょ。
要するに仕事場の近くに自分の家探しますよね。けどもアムウェイやってたら住みたいところで仕事できるしね。アメリカ人だったら住みたいところでその近くに仕事場を探してると思うんですよ。だからハワイに住みたくてハワイに行って仕事を探す、カリフォルニアに住みたいからカリフォルニアに行って仕事を探す、けど日本人で悲しいところで仕事場の近所で仕事を探す。わかるよね。あのアメリカで成功したらね、日本とアメリカができる仕事やから、本当に。だからあなたが例えば沖縄に行きたいと思うと沖縄で住めてアメリカができるわけですよね。小豆島に行きたいってあんまりいないと思いますけど、小豆島に行きたいと思ったらそこに住んでアメリカができる。だから本当に自由な人生が幅広くやってるから、とにかくね、明るい人にアメリカの話をぜひ言ってください。わかる？暗い人は疲れてるから、もう発想自体が鈍くなってるから、もう残念だけどその人はね、あなたに会う仕事世の中いっぱいあるから、本当に別にアメリカわざわざやらなくても本当にか怖いな、乗り換えいっぱいあると思うんですよ。僕はすごくその勧誘じゃないから、あなたが明るくて今日の話を明るく聞けたなら、アメリカは絶対向いてると思う。絶対、本当に。だからやっぱりこれ勧誘じゃなくてオーディションやから、僕別にこのアメリカっていうのはそりゃそうだのことしか言ってないと思うんですね。やっぱり貧乏になろうぜっていうよりは豊かになろうぜの方が人はヒットすると思うし、貧乏になろうぜでこんな人集まらないんですね。考えたらみんな貧乏になろうぜでこんだけ集まったらごっついプライやろね。なんて言ったっていうことのミーティングをしたりとかしてね。だからとにかく明るく取ること、うん。で、アメのビジネスのミーティングの時は燃えると思うけど、帰ったらまだ冷めると思いますよ。とにかくビール飲んだらわーみたいな、会社行ったらあーアメやったっけって。でもそこでどっかでなんか止めるものがなかったらダメなんですね。いつでも家帰ってもってこう会社行ってもパッて、例えば要するにデートしてるときは別に構わないと思うけども、例えば何かしてるときでもパッてこう止めるものはね、一つしかないです。あなたの夢とプライドですね。本当に僕はこのビジネスプライドかけてきたから、アムウェイっていうのお友達行ったでしょ。その友達がどういう印象かということにはいろいろ幅広いけども、やるっていうことを決めてるわけよ。絶対成功しようと思ってきたし、やっぱアムウェイの中で本当に頑張って、やってきましたから、夢とプライドでしたね、うん。その2つをやっぱり引き下げて、ここまでやってまいりまして、この2つ引き下げてやっぱりね、大会記念年度はクラウンアンバサダーにチャレンジしたいと思っているそなたなんでね、ぜひ頑張っていただければいいんじゃないかなと思います。ということで、簡単ですけどミュースリビュータートレーニング終わって、あとエメラルドの、エメラルドの人ハロートーク、されましたんで、じゃあ、色付きの方でハロートークしてないらっしゃらない方いらっしゃいましたっけ。じゃあどうぞ、色付きの方いました、うん。じゃあそしたら、エメラルドの方、ルビーエメ、ごめん似てる。じゃあそしたらダイヤモンドにしますよ。もう無時間ないから、ごめんなさい、話がどんどん飛んでちゃって。じゃあダイヤモンドの方、いてますね。じゃあダイヤモンド DD の方に、簡単にね来ていただいて、皆さん、お話聞いていただいて、終わりたいと思いますから、じゃあ、拍手をお願いします。よろしくお願いします。こんばんは。すごいですね、こんばんは、西澤ですけど、さっきゴンちゃん、商品知識の話してましたけどね、ディストリビューターの人ってやっぱり健康にすごい興味あるから、その辺の知識普通の人より多いですよね。今日は朝ね、パーソナルグループの人が一人会わしたいということでね、朝10時にじゃあモーニング食べに行こうということで喫茶店行ったんですね。で、行った時にね、面白かったのが、僕大体行きつけの喫茶店で決まってるんですけどね、なぜ決まってるかっていうと、浄水器を入ってる喫茶店が入ってない喫茶店が全部リサーチしてますからね、そこまで結構こだわってるタイプなんですね。で、飲んだ瞬間にね、僕ね、思わずクッと飲んだ瞬間にいつも一口だけ飲むんですね。まずいって言ってしまったんですよ。ここの水めちゃまずいなって、その別に意識して行ったんじゃないんですよ。ほんまにまずかったんですよ。で、コーヒーはどうかな、一口飲んでうんとか味わいながら、やっぱ最後の切れが悪いなとか、わけのわからないこと言いながらね、飲んでて、で、これ水まずいんですかって、これまずいないのって言った、いや、僕わからないんですけど、絶対したおかしい違うかみたいな話から始まってね、で、そこからなんかニュートリの話で、浄水器の話になって、なんかアムウェイのプロダクトの話から結局ビジネスの話になってきて、まあまだね、サインはしません、マーケティング全然しなかったんですけどね、なんかこう、浄水器つけようかなみたいな話になってきたんでね、なんかやっぱりこうちょっと知識持ってるだけでもね、詳しくは僕も喋れませんけど、全然違うんだなと思いましたね。で、まあ今ニューディスっていうことなんですけどね、まあこの仕事はね、だからアムウェイの商品を CM するっていう仕事ですよね。アムウェイの商品を CM、 まあちょっと違いますけど、まああなたを CM するっていう仕事ですから、タレントのような仕事なんですね。だからまああなたがタレントとしてアムウェイの商品をこうテレビで CM してる感じでイメージすると、まあ、どういうふうなイメージがいいかって自分で勝手に出てくるんですけど、そのタレントの仕事だけやっててもうまくいかないんですよ。要するにマネージメントっていう、マネージャーの仕事もやらないとダメなんですね、アムウェイで成功していこうと思ったら。
だから自分がタレントであってマネージャーでもあるっていう、だから自分で自分の予定を入れていくということですよね。で普通一般のサラリーマンの仕事やってるとタレントの仕事だけなんです、ほとんど。なぜかというと大体仕事は来ますよね。で来た仕事をこなしていくっていう、大体これを3年ぐらいやってしまうとやっぱ慣れてしまいますから、その雨のなんかスタイルというのは自分がタレントでもありそしてマネージャーでもあるっていうことなんです。でそこであのやっぱりエメラルドとかダイヤモンドとかもっとハイアピンを取っていこうと思った時にオーナーの感覚っていうのはオーナーの仕事もこなせる人ですよね。雨で言うと会計の年度ってありますよ、1年1年でどういうふうにやっていこうかっていうことを考えた、要するに発想っていうのを持って、要するにタレントでありマネージャーであり、そしてそこのプロダクションの社長があなたっていうね、この人に3役こなせるようになれば、あの結構ねビジネスは前進むの早いですよね。だから1年で考えた時に大体この辺でセミナーいるかなとか、この辺でこういうラリーがいいよねって、なんか今度はスポット的にいいラリーね、今度だったら55ラリーやったりとかね、7月7日にあの7日の日にラリーやってくれたりするでしょ。それはそういうイメージが分かってるんですよ、大体このぐらいでっていう。でそれがずっと凝縮されていて1ヶ月単位になった時に今月の目標っていうのが出てきた時にね、今月こういうパーセンテージ取っていきたい、じゃあ、今度まあ、ゴーゴーラリー例えば連れて行った時にそいつが例えば新しいやつがもらえる、次の日にプロダクツにしようかなとかね、で、なんかなった時、まあ、今度ファンダースホールでまた19日ワンデーセミナーがあるんですけど、じゃあそこでプロダクツのワンデーに入れてみようかとか、いろんなものが出てくるわけですよね。それをずっとスケジュール入れていくのが仕事ですよね。だからそれをだから全体的なことを分かって、まあ、社長の発想でマネージャーの発想、そしてあなたがタレントとして動いていくっていうね、まあ、1人3役こなせれば完璧だなと思います。まあ、本当に雨っていうのはね、僕は夢は絶対実現する仕事だと思いますんでね、あのやることは簡単ですから、なんか川田さんがいつも言いますように、やるべきことを好きになるっていうことでね、しっかりスケジュール入れられて、そして楽しくね、あのスケジュールをこなしながら夢に近づいていくっていう、本当ね、素晴らしい仕事なんでね、一緒に頑張っていきましょう、今日も。皆さん、こんばんは、倉本ですけど、今日はニューディストリビュータートレーニングということで、パールのねバッサーもおっしゃってましたけど、バックトゥーザベーシックでしたっけ、英語で言いますと基本に戻るということなんですけど、まあ、どのピンレベルにねなってもその基本が大事ということで、今日は勉強しに今日僕も参りましたけども、まあ話はちょっと変わるんですけど、今日久しぶりに僕岸和田住んでるんですけど、岸和田駅前商店街っていうのがあるんですね。でそこで宝くじ買ったんですよ、久しぶりに。で一等賞金4000万円なんですよ。でもう僕何年ぶりかな、アムウェイして5年ぐらい経つんですけど、ほんま5年ぶりぐらい久しぶりに宝くじ買ったんですけど、なんか今回はなんか当たりそうな気がするんですね、4000万円なんかそんな気しません？宝くじってなんか買った時すごいなんか今回当たりそうな気するんですけども、で久しぶりにドキドキワクワクしてたんですけど、なんかアムウェイ始めた時の気分とすごく似てましてね、なんか当たったらどうしようっていうよりもなんか当たる